なぎさん、ありがとうございました。こちらこそ。今日はそう、あのお団子してたから、あの夜はグロスを塗りまくりました。そう、いつもだったらさ、グロス塗っちゃうと口に髪の毛くっついちゃうから塗れないんだけど、今日はもうくっつく髪もないと思ってうるうるにしておきましたよ、みんなに投げキスするために。今日の場所全然見えなかった。でも私はちゃんと見えてたよ、ちゃんと見えてたよ。ギコ伝とかちょっとなんかそういう曲でしかレッスンをくれなかったかもだけど、ちゃんと見えてたよ。呼び捨てで呼ばれてからドキドキが止まらない。なんで呼び捨てダメって言ったんだ。なんかね、違うの、なんか最近すごい無意識にみんなのこと呼び捨てしちゃうんだよね。ごめんね、あのなんていうの、すごい舐めた口聞いてると思われたら本当にごめんね。みんなともっと仲良くなりたいと思った結果、なんか最近すごいタメ口聞いちゃうんだよね。ごめんね。最低でも週1会えないというから、わかる。だって次会えたとしてもさ、お渡し会でしょ。お渡し会もでもあと何週間後、1、2、ほぼ3週間後だよ。うわー、待って、無理。はあ、みんなと会えなくなっちゃうの寂しすぎるよ、寂しいよ。こういったよ、最高だった。嬉しい、ありがとうね。新潟スイーツ部見て好きになりました。嬉しい嬉しい、スイーツ部新規、ありがとう、嬉しいです。スイーツ部、テレビのスイーツ部の方なのかな。めっちゃ嬉しい、ありがとうね、嬉しい。配信まで見に来てくれるなんて、ありがとう、嬉しいよ。よく髪型見やすいね、すごい最善にいらっしゃった、ありがとうね。今日夜公演めっちゃ推しさん多くて嬉しかった、ありがとう本当に。いつもね、推しさん振ってくださってる方は必ずどの公演にもいらっしゃって、もうそれだけでもとっても嬉しいんだけど、やっぱりね、多いと嬉しいよね。多いと嬉しいよね。そう、あとは今日は日向さんがね、通常公演ラストだったんですけど、ちょっと夜公演出られなくなってしまって、そうなの。でもそれでもあの劇場入ってくださってるチームサニーの方とかもいらっしゃって、そう、サニーの T シャツ着てるけど公演来てくださる方とか、そう、でもそういう方もなんか私の主催振ってくださってる方を見つけて、なんかとっても嬉しくなりました、ありがとう。なんか公演さ、絶対入るかどうかも迷ったと思うんだけど、入って応援してくれてとっても嬉しかった。今日思い出の初日と同じ、めっちゃいいとこだったね、ありがとうね。すごい、初日と同じ席、すごい。後ろ姿難しくて、あ、お団子でしょ。ちょっと今日はうなじを見せようと思って。うなじを見せようと思ってさ、そうなの。キコ伝のウインクで完全にノックアウトです、イエーイ。今日は投げキスもウインクも多めでした、ちなみに言うと。あ、呼び捨ていい、みんな優しい、ありがとう。私会申し込みして、ありがとうね。もう なんか何人に当たるのかが分かんないからさ、もうみんなに当たって、申し込んでくれた人みんなに来てほしい、本当にもう会いたすぎて無理。申し込んでくれた人にはみんな来てほしい、本当。彼女と大塚と帰り以外に呼び捨てで、おい、結構いるじゃねえか。結構いるじゃねえか。私は何番目の女なんだ。DMM でも被災多いの分かった。そうなのよ、今日めちゃくちゃ。しかも、なんかみんな割と席運いい方が多くて、でも後ろの方もちゃんといた、嬉しかった。そうだから、前にも後ろにも右にも左にも被災が見えた、つまりいっぱいいたってこと、すごい嬉しかったです。3連楽しかったね。なんか連番してきてくださってる方も最近めっちゃ多い、嬉しかった。帰宅中です。ありがとうね、来てくれて、気をつけて帰ってね、ありがとう。4公演中3公演行けて、いやほんとすごい、ありがとうね、いっぱい来てくれて嬉しかったよ、ありがとう。ファンサーおめ助かります、もちろんです、いっぱい送ります。あー、みんな申し込んでくれてた、ありがとう、嬉しい。
ありがとうね。ね、たくさんね、嬉しい。え、ね、聞いて。そう、聞いて。さっきさ、もうびっくりしすぎたチャットに送っちゃったんだけど、今日夜公演妹がいて本当にびっくりしたの。しかもお見送りまで気づかなくって、これ本当に理由を聞いてほしいんだけど、なんかね、見えた、お下をちなみに振ってくれてたんです、私の妹。そうで、なんか私のお子さんに振ってくれてる女の子がいるって思ってたのね。そう、ちょっとね、遠くだったんですよ、近くじゃなくてちょっと遠くで、で遠くで私のお子さんに振ってくれてる女の子がいるなって思って、でもなんかその隣、妹の隣にいた人も私のお子さんを振ってくださってたんだけど、その方がなんかスモアの T シャツを着てたから、多分私のファンの方っていうよりも多分日向さんのファンの方だったのかなと思って。そうで、でもまあ日向さんが出られなくなっちゃったから、まあスモアの T シャツ着て、でまあスモアのじゃあみゆみゆのお子さん振ろうかなみたいな感じで多分振ってくれてたのかな、ちょっと分かんないけど。でそうだから、隣にもその私のお子さん振ってくださってる方がいらっしゃったから、なんか連番なのかなって思ってそうだから、隣の女の子も、あ、日向さん推しの女の子なのかなみたいな、あんまりなんか見たことない見たことないって言ったらやばいよね、毎日会ってんのにさなんかあんま見たことない女の子がいるなーと思って。そうだから、あ、なんかすごい連番なのかなって思ってて、でめっちゃお伝え振ってくれてるのは見えたから、レスとか送ってたんですよ普通に。でもレス送ってても気づかなかったそう、それでなんか、あ、レス送ってくれ、あ、違う、レス送ってくれたじゃなかった逆逆、お伝え振ってくれてたから、ちょっとお見送りでお伝え振ってくれてありがとうってお礼しようって思ってたのね。そうで、お見送り来るじゃん、で、お伝え振ってくれてありがとうって言うと思ったら、めっちゃ見たことある人で、でもね、顔見ても気づかなかったのやばいよね、服で分かった、え、待って、この服めっちゃ見たことあるって思って顔見たら妹でした本当に面白い、めっちゃ意味わかんない、普通にそう、なんか連番してた日向さんのファンの方だと思ってたから、おもろすぎじゃないだからさ、お見送りめっちゃびっくり、しかもお見送りってさ、こうさ、みんなが流れていくからさ、そのなんていうの、次誰が来るかって、もうここまで来ないと分かんないじゃないですか、次の人って。そうだから、こうその妹の前に行った方はこうお見送りして、ありがとうございました、こっち向いてありがとうぜみたいななんでいるのってめっちゃ大声で言っちゃった本当にびっくりした。そう、気づかなかったんだよね、妹の顔も気づけない姉ってやばいですよね。何日ぶりに会ったの？ね、でもいつ3月頭、あ、卒業式のあと3月2日とかに会った気がするから、2週間ぐらい会ってなかったかな、2週間ぶりぐらいだったえ、本当に気づかなくって普通にお見送りしちゃった。でね、聞いて、妹が、ね、電話出演してくれるらしいんですよ、ちょっと聞いてみよう感想、今出れるかな、ちょっと今電話していいって聞いてみよう、ほんと面白い女の子のみーちゃんファンいますか？いるんです、実は、嬉しい。そうだから、なんか新たな女の子のファンかなって思ったら、まさかの妹でびっくりすぎた。あ、いいって、ちょっと電話かけてみよう、みんなも聞いてて、もしもし、もしもしもうお家帰った？帰った。あ、お帰り、お帰りじゃないか、お疲れ、お疲れ、ありがとう来てくれて。うん、どうでしたか公演は？どうでしたか？うん、面白かったですえ、MC の話？うん、それもそう見えた？ちゃんと見えた？ちゃんと見えた、見えた、すごい見えた。え、わかる、ミーのとこからさ、めっちゃ見えた、めっちゃ見えたから、なんかすごい知らない女の子のがいるって、だから隣の人もお子さんを振って、うん、え、そう、隣の人もお子さん振ってたよね。そうだから連番してて、うん、でだから気づいて
あ、気づいてると思った？違うよ、うん、違う、気づいてなかったよ全然気づいてなくて、びっくりした、うん、え、お見送り、え、お見送りまでさ、うん、気づいてなかったことに気づかなかった？え、どういうこと？え、あ、そう、うん普通に気づいてるからレス送ってくれてると思ってた？え、まあそれもあると思ってた。普通に今隣の人もおしさえ振ってるから、そうそうそう、まあまとめてボーンみたいなまあ確かにそうだけどなんかすごい連番してると思ってたから、しかもなんか日向さんのファンだと思ったのうん、日向さんのファンの方だと思ったから、おしさえ振ってくれてる遠くでって思ってレッスン送ってたんだけど、本当に気づかなかった、うん、最後までなんかこの間友達と、うん、あ、来てくれたよね、あの関係者席で入らせてもらった時は、うん、なんか何、友達が初めて来たから、うん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 、なんか何、お世話じゃないけど、うんしなきゃいけないかなって思って、なんかみーのおいしさいっていうよりかは、うん、赤白を振ってたんだけど、うん、なんかもう最後だからいっかと思って、うん、もうなんていうの、あの普通に、うん、溶け込んで、うん、え、本当に溶け込んでた溶け込んでなんとなくでコールとかしてたえ、なんでさ行くって言ってくれなかったの？え、サプライズにしたかったの？うん、普通に言うつもりがなかったから、うん、言えよ。ママとかに言ったら、うん、そこは言えよ。あのママに口止めしないで言ったら、く、うん、ちゃん行くってよとか言っちゃうから、から、うん、だからもうあの言わないでってもうママとパパに言っておいて、うん、で。あ、聞こえた？え、え、あ、聞こえた？音がなんかちっちゃい。え、嘘じゃん。もうちょっとさ近づけられる？あ、近づいたよ。え？え？今配信見てる？見てる。あ、聞こえてんじゃんじゃあ、 あのめっちゃ音がちっちゃいの。なんで？聞き取るの大変。え、じゃあ配信越しで聞いてるってこと？うん、うん、違う違う。いや待って、普通ね、ね、あのさ、コントでもしてんの？なんで普通の会話が聞こえてあーって言った時聞こえないの？おかしくない？普通に会話できてんじゃん。そのぐらいの位置で喋って。あ、ここ面白い。え、じゃあ、うん、あのみーが出てないユニットの時は誰のおしさえ振ってましたか？うん、あれ一番最初って誰だっけ、なんだっけ、泣きべそ。泣きべその時はかえりちゃん。おう、かえりで、後ではみーで、みー振ってて、次がなんだっけ、わちゃごな。わちゃごなは、え、誰だっけ。わちゃごなはね、今日ね、ななみとリリカちゃんです。あ、リリカ振ってたの？すごい、うん、リリカで、ちゃんとね、推しさえ覚えてから言ったからね自主的予習済み自主的にサイリウム変えてたのえ、そうなんだ。そう。え、蒸発は、蒸発はゆうなちゃん。おお。で、空き缶は、え？空き缶は、空き缶はミーだね。ああ、よかったよかったよかった。振って嫌いなのかもしれないわ。は、帰り？うん、そうだね。うん。へえー。本当に面白い。え、うちは、そう、うちは作ってきてくれたんですよ。うちはさ、いつ作ったの？うちわは、完成したのは昨日、うん、昨日まで作ってくれてたの？うん。え、一人で作った？うん、すごい。でも、え、一
半ぐらいかな、なんかちょこちょこ作ってたからあれだけど、うん、もうめっちゃ来る気満々だったんじゃん。じゃあなんで教えてくれないの。え、だって教えないで来るつもりだったからしかもなんかうちわになんかさ言ってからさ来るのとさ、うん、何も言わないでさ行くのってさ、うん、何なんかやっぱちょっと違うじゃん。なんていうのみーの気持ち的にあ、私私の気持ち、え、なんかなんかね違うんだよ、うん、顔が違うはずえ、でも逆にさ嫌だ、なんかアイドルしてる自分を見られてるみたいでめっちゃ嫌だ。え、だからそう、それをなんか何あの作ってない状態を見に行きたくて。気持ち悪い気持ち悪いとか言わないで気持ち悪いよえ、でもさ、うちわにさ、おしさいの色のさ、お花ついてたでしょ。そう、あれはね、ダイソーすごい、あれ、そう、あのうちわがね、めっちゃ可愛いって。そう、なんか、本当に妹がいるって知らなかったから、お見送りが終わった後にめちゃくちゃテンパってメンバーに、え、なんか妹いたんだけどって言ったら、でもそれ言っただけですぐ気づいたえ、あの可愛いうちわ持ってた女の子みたいな、すぐ気づいてたよ、みんなが。みんなも別に妹だって知ってるわけじゃないけど、お見送りの時にさ、うん、え、お見送りの時にさ、何、こまちゃんにさ、うん、すごい服装が綺麗なお姉さんこまかわいいよかったね。え、ちなみに4期生の前座は誰かおしさい振ってたの。あおちゃんのおしさいを振ってた。あ、そうなんだ。受付もあおちゃんだった。あ、そうだ、受付あおちゃんだったらしいです。そう言ってた。そう面白い、本当に4期生の推し、あおちゃん。あ、あおちゃん、え、そうなのあおちゃん推しなんだ、うん、よかったね、見れて。そうはぁ、あ、面白い、ありがとね、来てくれて。うん、次は、あ、え、でもさ、その、なんか招待されるのと自分で行くのがやっぱ違うってこと。え、違う、めっちゃ緊張した受付の仕方ってさ、今までさ、みーと一緒に劇場入ってた時はみーが全部やってたじゃん。え、そうそう、だから自分で本当に何にもやったことなくて。そう、そうだね、自分で申し込んで自分で劇場に入るのが初めてだったってことだよね。そう、あの HKT の、うん、あの、あ、コンサート、そう、あの、なんか握手会のサイトと NGT のやつが一緒だから、それはもう登録済みで、うん、そのあのなこちゃんの卒コンに行くために自分でやったから、うん、それはもう登録済みだったから、うん、そこは困らなかったけど、うん、当選してから行き方が分からなくて、うん、めっちゃネットで調べたけど、うん、ネットの情報古すぎて何も参考にならなかった。え、そうなんだよ、それ本当にあれ更新してほしいと思ってるんだよねそう、なんかもうなんていうの、もう見てもコロナ前みたいな情報しか載ってなくてどうしようと思って。あれ本当更新した方がいいよね。今日だから本当にあのプリクラの前あたりですごいずっとなんか、うん、様子見てた。他のファンの方がいつぐらい入るのかそれさ、あなたが女の子だったからよかったけどさ、女の子じゃなかったらだいぶ怪しいよ、プリクラの前でさ、ね、待ち伏せしてるみたいな。めっちゃ怖いわ。そう、でもよかった、4期生の受付できて。なんか言われた、あおちゃんに受付の時。いや、特になんかもう分かんなくて、うん、あの何なんか当選した画面も分からなすぎて、うん、これなんですけどって出しちゃってそれあおちゃんもめっちゃ困るやつじゃん。そうそう、普通スムーズに来てくれると思ったから、あ、じゃあそれはまあ後ででとかなってみたいなよかったね、無事に入れて。入れてよかった、すごい緊張した面白い、ファンの気持ちになれた。うん、あ、なんかそうでもないみたい。わかんないわかんないでもリズム感がないから、うん、あの振るのが難しい、うん、え、てかさ本当にさ最近すごい思うんだけどさ、コールってさめっちゃリズムゲームだよね。え、そう、本当にそう、
なんかさ、こう自分たちが出てる時は自分の歌割りの時になんか自分のコールが聞こえるとすごい、あ、嬉しいなってなるんだけど、例えばユニットとかで自分が着替えてる時に、うん、そのコールだけが聞こえてくる時になんか、うん、なんだっけ、かーいりかーい、なんかさ、リズなんて言うのなんとなんとかーいりかーいり超絶かわいいかーいりまーりなまーりな急にさ、コールのリズムってさめっちゃ変わるじゃん。コールだけ聞いたらめっちゃ面白いよね。めっちゃ難しいよね。でも本当になんか周りの人に合わせながら、うん、あのじゃあ最初の一回のフフーとか言えないから、うん、2回目からフフーそれさ、でめっちゃさ、次もう一回フフー来ると思ったらあー違ったってならなかった？あの別世界の人、あ、世界人そうの時にあの手拍子が全然ないねそれさ、みんな友達も言ってた、世界人の手拍子一生わかんないって言ってたそう、なんかあのなんていうの、なんかたまにタタみたいなの来るんだけどいや本当にだからみんなさリズムゲームしてるよね、ずっとファンの方って。そう、あのなんかチンパンジーのさなんかわかるシンバル届くやつ、あのおもちゃみたいな状態になって自分がね想像したらめっちゃ面白い面白すぎる。いやすごいよ、だからみんなね劇場に来てくださってる皆さんは本当にすごいと思う違うみんながチンパンジーなんじゃなくて私の妹がチンパンジーみたいになってたってことだねってことでしょ。うん面白い本当に。じゃあ次は覚えてきてね、またむず次は覚えてきて、でも押しさえ覚えてきただけすごい。で押しさえはあの公式から画像を引っ張ってきて、うん、その何プリクラの前、うん、プリの前で、うん、なんかこう様子見してる時にずっと見ながら暗記してた、うん、暗記なんだ、勉強なんだ、暗記してた。面白い本当。次からもサプライズ、いや次はちゃんと言ってください、申告してくださいね、来る時。嫌ですねそれでさ気づけなくてさレス来なかったとか言われたらめっちゃ嫌なんだけど。別にレス目的で行ってないからそれはそれでかっこよかったどうしよう、次でも見つけたと思ったら自分の主催じゃなかったらどうしよう。ああそうそう、なんかさ分かってたらなんか振らなきゃいけない感があるじゃん。ああ逆にね。じゃあ確かにさ今日来るなんて言ってなかったからさ知らない、うん、別のサイゲーム振っててもよかったじゃん。でもちゃんとお主催振ってくれてたってことだよね。そうだよ、今日は最後だからあそうね、これからね遠くに行っちゃうからね。そう今日はもうサービス、サービス。え、じゃあ次からもうお主催振ってくれないじゃんそんなことないよ。ありがとう、ありがとう、お財布てくれて。そうで、なんか本当はあれ何なんかもうちょっと、うん、じゃあそもそも公演が、うん、いつやってるのかさえ全然把握してないから、うん、なんか行こうと思ったのが先週、うん、ぐらいで、うん、あこれって1週間ずつ申し込みするんだって思って、うん、じゃああと2日ぐらい待とうってって思って、うん、申し込みしたから、うん、本当になんかあ意外と少ないんだ公演ってって思った。うん、え、そう、うん、しかもこれからコンサートがあるから今月はもう通常公演、今日が最後だったんだよ。あそうだよね、でもそう思って、そうあのじゃあ日向さんがこれから、うん、あれそう今日の次が卒業公演。そう、次がもう卒業公演。そうで、だからファンの人が投げ控えるかなって思って初めてだし当たるかなって思って、うん、投げてみた。おもろい考え方がめちゃくちゃファンの人の考え方だった考察
え、でもだって今日外れちゃった人とかいたんだよ今日の公演で。しかも当日券も外れるかなとも思ったけど、うん、一番最初だから当たるんじゃないかなとも思ってその都市伝説信じてる人だったえ、そうだって、しかもね当日券もねめっちゃすぐなくなったんだよ今日の夜公演の確か。あ、そうなんだ、うん、そう当日券で行こうかとも迷ったんだけど、うん、なんかちょっとリスキーかなとも思って、うん、ちゃんとやってみた。すごいよく当たったね。でも席はあんま良くなかったよね。うん、当日券とほぼ同じぐらいの場所だった。でも見えたから、はい、良かったです。楽しんでもらえたなら。はい、じゃあね、もうさ会わないかな。会わないんじゃない、だってあと数日だよ最後に会うの劇場ってどういうことめっちゃ意味わかんない。メンバーとファンの関係性で会って終わる姉妹ってどういうこと。みーが家帰ってくれば会えるけど、うん、いやもうコンサートリハで忙しいんだよね。だよね。じゃあ会わないかも。じゃあ会わないね、私たち。もうお別れだね。そうだね。バイバーイ。これが本当に最後だわこれが本当に最後だわじゃあだってさ、あの卒業式の時にさ来てさ、うん、これが最後だねとか言ってさ、言った次の日にあったよね。次の日次の日だよ。その次の日ぐらいにさ会ってさ、うん、これが最後だねとか言ったらさ、言ったのに今度劇場なんだよ、会いたいのかよ、ミーにミーに会いたいのか。会いに行ってあげたツンデレだ。だから次はミーが休みの時に、うんうんうん、あ、行きます、はい、遊びに行きます。コンサートが終わって落ち着いたらね。はい、そうしてください。はい、じゃあ新生活頑張ってください。はい、頑張ります。じゃあ皆さんにご挨拶をどうぞ。ご挨拶を、どうしよううんーとありがとうございましただそうです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあね、おやすみ、バイバイ。おやすみ。だから切んのが早いんだわはい、うちの妹でした。皆様お付き合いいただきありがとうございましたいつも電話ぶち切るんだよね私の妹お付き合いいただきありがとうございました。似てた声、喋り方妹にも神対応のアイドル、よかったです、神対応で気づかずめっちゃレス送っちゃってたけど、はあ、似てた耳同士が話してる、変でしょ絶対に私が私と喋ってると。妹に投げキスしたの、ちょっと本当に記憶が定かではないけど多分したと思いますしちゃったかも、はあ、どっちがどっちかこんがらがったそう、喋り声とね喋り方が似てるってみんなに言われてたからね。本当にびっくりしました。でもよかった来てくれてみみちゃんより活発系な話し方でした。まあ、あのただの JK なんでねこちらはこちらはあの一応人前に出るように喋ってますけど、あちらはただの一般人の JK なのでねそう、いや本当にびっくりした。でもなんかすごいリアルな声が聞けましたね。いや本当にあれはね改善するべきだと思う私も、あの公演の入り方ねリアルな声が聞けました。いやでも本当になんかそうやってね初めて来てくださる方もきっといるんだろうなって、どうやって公園入ったらいいんだろうっていうすごいリアルな声が聞けてねそう、もう本当に多分妹とはね会わないんですよしばらく。次はゴールデンウィークか夏休みか、でもその前に私がね時間が会えば、まあ、会いに行くと思うけど、妹が今度こっちに帰ってくるのは
多分夏とかになるかも。だからもう会わないんですけど、まさかの最後に会うが劇場でした。うん、コンサートはねもう来ないんだ、新潟にいないから。そうそうなんですよね、あっという間に大人になっちゃって。そうだって私がそれこそその8年前の3月11日に初めて NGT の劇場に足を運んだっていう話を最近したと思うんですけど、それもその妹と一緒に行ってたから、そう今までずっと私劇場を NGT ファンとして劇場に入ってた時はずっと妹と一緒に入ってたから、そうだから私が、はい、劇場には入ったことあるんだけど、普通にあるんだけど、私が全部その受付とか2人分やってたから、初めて一人で来てくれた。そうあとまあ妹普通に来たことあるけど、なんか招待、こちらからの招待で呼んでたりとかしたので、本当に初めてそう来ました。びっくりそうでもあれは本当にたまたま今日は気づかなかった。でももうなんていうの、知ってるファンの方とかだとちゃんと端っこの方でも見えてるから安心してね。たまたま知らない顔がいたと思ったら妹だっただけです。だから逆にさ、一番知ってる顔のはずなのにさ、なんで気づけなかったんだろう、それが一番謎すぎるよね。まあいると思わないからか。だってファンの方もさ、今日公演行くよとかってなんだかんだ報告してくれたりするからね。だからまあわかるけど、そうそうなんだよね。そう私はもともと NGT のオタクだったんです。だから今日の昼公演1期生に囲まれて本当に幸せでした。え、そうあれね、ほんとたまたまっていうか、まあいつも自己紹介の並びあれなんですけど、たまたま、あ今日は1期生が揃うの最後だなって思ってたら、えめっちゃ1期生並んでんじゃん、挟まれてんじゃんってなりました。昼公演全然その今日特別に組み替えたとかではなく、いつもあの並びだったんだけど、なんかいざ気にしてみたらめっちゃ並んでたと思って、本当に嬉しかった。昼さ本当にさ、本当に寂しかったの、同期が一人もいなくて、テーブルも一人で使ってでっかいテーブルを、すっごい寂しかったんですよ。だから昼公演前全然喋ってなかった。まあ普通にメンバーとは喋るんだけど、なんかやっぱ同じテーブルにはいなかったからさ、メイクとかもさずっと一人でアイドル失格見ながらメイクしてそうラーメン部とか見たりしながらそうだからすっごく寂しかったんだけど、あの瞬間にもう、うわ最高だって思いましたそうあの瞬間は完全にファンに戻りましたね。そうニキザラさん一人しかいない公演、そう初めてだった。だからあそでもね、他のメンバー気づいてなかったみたいで、私はもうずっとずっと心細い、今日は寂しいって思ってたんだけど、他のメンバー気づいてなかったみたいで、初めてその自己紹介で言って初めて、えそうじゃんってなって、でその自己紹介終わった後はけたら、マネージャーさんがその楽屋にいて、でそのマネージャーさんニキドラ研究生の頃から見てくださってるマネージャーさんだったから、そのマネージャーさんに、ね、今日ニキドラ一人もいなくて寂しいですって言ったら、そのマネージャーさんも、え今自己紹介聞いて気づいたよみたいな、確かに一人しかいないねって言われてえそうなんですよ、めっちゃ寂しい。でもさ今後さ未来でこうなっちゃうかもしれないじゃん、もう自分以外みんな卒業するみたいな、え絶対嫌だけど絶対嫌だけど、本当に本当に寂しかった。本当に寂しすぎてニキドラのグループ LINE に送ろうと思ったの、今日一人しかいなくて寂しいって。送ろうか本当に迷った、グループ開くまでした。でもはるかは今一人で頑張ってるから、そうだからそれを考えたらちょっと送れなかった。はるかはずっと一人で頑張ってるって思って送りかけたけど、あじゃあ私も一人で頑張らなきゃって思って、そう送らなかった。そう本当に寂しかった、めちゃくちゃ寂しかった。そうだからカイリーが来てくれて、カイリーいなくて寂しかったって会って一言目
そう、寂しかった。今日千秋楽で帰ってくるよね。やっとだからリハで合流できる。一回でもね、一回そう一回リハ帰ってきたんだけど、その兵庫行く前に一回だけね。そうなのよ。いやでも本当に頑張ってる、はるかね。すごい、あれも読みました、リアルサウンド。そう、え、そう、でもなんかななみとひのも今日お米売りで、あの準備するのに劇場に来てたから、昼公演の途中ななみとそうひのが来て、そうななみとひのにもうすぐ言った、今日ニキドラ誰もいなくて寂しいんだけどでもそしたらまさかななみも出ることになってね、夜はね賑やかでしたね。夜のさあれやばかった、本当にさ、いや面白すぎてさ止めに入れなかったよ帰り一生掃除させちゃったなんかどこでどう止めたらいいか分かんなくてなんかこの辺でって合図とかしてくれんのかなって思ったら、すごい一生掃除続けるから、いやどこやねんって思って、ちょっとできなかった本当に。しかもさあれさ、もう思い出し笑いしちゃって、マックス中も爆笑だったんだけど私本当に面白かったもう本当に、いやさすがだな帰り違う、いやまあ半分わざとのところもあって、途中からもう諦めちゃったこれどこで入ったらいいのって思った結果、ちょっともういいかってちょっと半分わざとで放置した説もあるけど、でも本当になんかもう分かんなかった、どこでどう突っ込んだらいいのか分かんなくて諦めちゃったしかも帰りにねえ止めてよって言われたのめっちゃ面白かったんだけどいや止められるかと思ってああ本当に、でもちゃんとねあの後ね帰りにね謝ったよえごめんねってちょっとどこで止めたらいいか分かんなかったはあ本当に面白かった。そうやっぱさすがだなてかでも会議だけじゃなくてずっと面白かったけどね、マリナさんのあの走り方から、え今日さあれ見てください、 DMM 夜公演のあのアーカイブ配信の最後のコメント、あのれいちゃんとマリナさんと私とななみとカイリと5人で撮ったんですけど、ちょっと最後のコメントまでぜひ見てください。めちゃくちゃ面白かった。もうね4公演終わりだったからさ、そうすごいふざけてました。てかねマリナさんが本当に一番すごいマリナさんが一番だって、3週連続4公演全12公演出てんだよ、ほんとすごくない？最年長のマリナさん、それであの動き、しかもあの動き多分一番疲れる何をするよりも一番疲れるあの走り方、本当に面白かった本当に面白い、やっぱさすがですわお姉さん、めっちゃ面白かったリリカも面白かった、リリカ本当に中止そうだっためっちゃ面白い、やっぱ NGT ああいう MC すると本当面白いよな。なんかでも自分があそこにちょっと入るのは苦手だから、ちょっと本当見てたいNGT のああいうノリは最高だけど自分はついていけないのでひっそり見てたいそう、今度初めて公園行ってみようと思う、ぜひ来て、ぜひ来てください、お待ちしてます。全然女の子一人とかで来てくれてる子もたくさんいるから、ぜひ来て、嬉しい本当に面白かった入ってくるみゆみを見たい、できないよ、私はちょっと笑いのセンスはないからな
リリカのあの狙ってない感じ、いやそう、リリカもカイリも本当狙ってなくて、あの面白さが、もう藁神様をひっつけてるから本当にさすがだよね。本当面白い。涙が笑いで引っ込みました。私は逆に笑いすぎて泣きました。目うるうるしちゃった、面白すぎて。NGT のああいう団結力わかる。なんかね、悪ノリは本当にみんな乗っかるからな。おじさん一人で行きます、ありがとう来てくれて。カーリーちゃんは国で保護した方がいい、本当にね、あの面白さ本当見つかった方がいい、本当に最高。笑いすぎて立てなかったよ、もう本当もう倒れ込んじゃった、面白すぎて。いや NGT はいいですね、面白くてよかった。なんかすごいみんなにも楽しんでもらえてたらよかったです。面白かった。ネットショッピング初めてね、わかる、どうやって生きてきたのあの子23年間、本当になんかいろんな意味で同い年ってびっくりしちゃう。そうなんだよ、すごい。私なんてもうめちゃくちゃネットで買いまくってますよ。すごい、初めてのお使い会、いや本当にね、ゆっくりゆっくり成長してるんですよ、うちの子は。うちの子はゆっくりゆっくり成長してるんです、初めてのことをね、一人でいろんなことをしてね。変なサイトで買っちゃわないかね。何買ったんだろう、ちなみに。そんな、なんかだってさ、両親が寝てってもさ、次の日とかにお願いすればいいじゃん。まあ結果自分で買って絶対に良かったと思うけどね、経験になって。絶対に良かったと思うけど、そんな急いで寝てる間に買いたかったものって何だったんだろう。免許2000円で取れるね、本当に本当に面白い、10倍ぐらいかかるよって。本当に、いやもう、てくれるだけで周りを笑顔にしてくれる天才ですね。お父さんの会社に代引きしようとして、やばすぎるでしょ。すごい、とんだ嫌がらせみたいになってんじゃん、本当に面白い。いや、カイリがいてくれるだけで本当になんか公園明るくなる、面白い。免許10倍じゃ済まないか。待って、私ちなみに言うけど、私は免許取ってるよ。え、待って、いくらぐらいしたっけ免許って。あ、そうか、100倍だね、そうだわ。10倍じゃ、だって2000円の10倍って2万円か。あ、それは無理だわ、100倍だ、2、30万ぐらいするもんね。私の計算ミスでした。私も私だな。2、30万ぐらいするよね、免許取るのね。あ、え、妹に聞くの忘れた、免許取ったんかなこの子。そう、なんか妹が卒業してからもなんで忙しかったかっていうと、社学に通ってたからなんだよね。そう、私がコンサートリハでこれから忙しくなるから、忙しくなる前に遊ぼうよって言ったら、この人社学の予定詰め詰めで全然遊んでくれなかった。結果、最後に会うな劇場で終わりました。そう、私は免許持ってますよ、もうペーパーだけどね。でも今年、去年か、去年ちゃんと免許更新もしたし、私は免許持ってるわよ、はい。でももうずっと乗ってないです。何も言ってないけど取れたのかな。でもいつかね、一人で運転して劇場来るとかあるかもしれないし。
そう、あ、新生活に車が必要かどうかちょっと分かんないけど、まあ普通に高校卒業するから取ろうかなみたいな感じだと思う、うん、そう、高校卒業してめっちゃずっと社学通ってたそう、更新、いや多分私多分最初一番最初の免許更新で2年だよね、だから2年かな、そう2年経ったから去年免許更新しました。そう、今度助手席ね乗せてください、寝ます。あー、ちょっとどうなっても、命がどうなっても知らないけど、逆じゃない、私のこと乗せてよ逆じゃない、タッチ祭でカメラ下だったからレッスン受けまくって、ああ嬉しい、ありがとうね、来てくれて、あそこはね確かにレッスン、でも私カメラにレッスンしないよ、言っとくけど、ほんとなんか思い出いっぱい公演になってから、そのやっぱレッスンポイントがそんなに多くないじゃないですか、思い出いっぱいって、だからそのカメラにレッスン全然しなくなりました。うん、なんかその大体さカメラで抜かれる時って自分の歌割りの時じゃないですか、そうだからその自分の歌割りの時に大体抜かれてるんだけど、そのなんだろう、やっぱ来てくださった皆さんにすごいレッスンとか楽しんでほしいなって思うから、そうなんかただでさやっぱレッスンポイントすごい少ないので公演全体通して、だからそう基本劇場に来てくださってる方にレッスンを送ってることが多いから、思い出いっぱいになってから全然カメラにレッスンしなくなっちゃった、うん、そうそうだね、だからぜひ劇場にレッスンをもらいに来てくださいそう思い出いっぱいはもう本当に全然自分の歌割りでもほぼカメラ見てないかもしれない、うん、ツードアスポーツカーでよろしければ助手席、待って、ツードアスポーツカーって何、こやつこやつかな乗ったことないなそうだからカメラ、今日カメラの近くだったからめっちゃレスもらえたってもし思ってるなら、それはあなたに向けてのレスだからちゃんと受け取ってくださいそうカメラの近くだったからレスもらえたじゃなくて、あなたがそこにいたから私はそこにレス送っています、はい、覚えといてね覚えといてね、後での時レイニアの後ろに隠れてる時の耳がめちゃく、あ、それはねもうあれだね、来てくださった方のこの神指紋にいる人にしか多分見えない嬉しい、見てくれてるのウインクの破壊力をいろんな人に知ってほしい、え、嬉しい、私全然ウインクできないけど、劇場だと私ウインク全然得意じゃない、両目つぶっちゃうタイプ、でも劇場だとなぜかウインクができますそう、なんかさ何もないところでウインクできないんだよね、音がないと、なんか曲に合わせてとかだとピンってできるんですけど、何もない瞬間にウインクしろって言われたらできないできないです。ひなたのいない声の予行練習になっちゃった、あーね、そう、なんかでも私さっきすごいツイート流れてきた、ひなたさんのファンの方で公演当たってたけど入るのやめちゃったっていうのを見て、いや、いろんな考え方があると思う、本当になんか日向さんが出られなくなっちゃって、それでも来てくださる皆さんにも本当に感謝だし、そう、でもさやっぱその何、最後に見るのは推しがいいっていう考え方も絶対にあると思うし、逆にこれで推しがいないのに入って最善とかになっちゃったらっていう考え方もめっちゃわかるし、正解はないからさ本当に、そう、でも本当劇場まで、まあ、そこから入るかどうかは一旦別としてもね、劇場まで足を運んでくださってそれに感謝ですね、きっと遠くから来てくださった方もいらっしゃったと思うから、
そう、私はレスもらってない気がするけど振りまいてんなと思って見てた。ねえ送ってるってば、なんで受け取ってくれないの私のレスなんで受け取ってくれないの、ちゃんと見えてたよちゃんと見えてたよ、ひょっこり大好き後でのね。え、ちなみになんかリハで後でやるときはあれ背負ってないんだけど、この前萌ちゃんと後でのリハやったとき、あのいつもさ背負ってるからさ、ちょっとこの分距離があるじゃないですか。でもリハのときあれ背負ってないからもうゼロ距離なんですよ。だから萌ちゃんからじゃ萌ちゃんにバックハグしてるいつもリハのときそういつもはあれがあるからハグできないんだけど、リハのときは萌ちゃんの肩にこうやって捕まって君が幸せだなってやってる実はみんなには見えないところでそうなんだよ。そう、隠れてるのを横から見るみゆみゆの格別すごい新しい楽しみ方を見出してくださってありがとうまだれいちゃんとの後で見たことない。あ、でもれいちゃんと意外とやってるからぜひ今度一緒に。でもさみんなわかんないよね、あのなんか出演メンバー見ても誰がどこかわかんないから、私は割と後でのことの方が8割後で、たまにわちゃごなみたいな感じだけど、そう大体後でやってるから、私のでペアが変わることが多いから、そう確かにいつれいちゃんとかはわかんないけどね、来て見てほしいね、そうなの。そうだって今日さ、もともと今日の夜公演もともと多分満席の予定だった、当日券とかもすぐね売り切れての状態だったけど、やっぱ空席はあったから前の方とかね。でも全然なんかどっちの気持ちもわかるから、うん、とにかくまあ劇場にね、どういう理由であれと、まあ、劇場に来てくださった皆さんに楽しんでもらえたらなっていう気持ちではあったので。そうでもだからそのお見送りの時にチームサニーの T シャツ着てるファンの方に、あ、なんかまずほんと来てくれてありがとうっていう気持ちだったし、そうでも楽しかったよって言ってもらえたのはすごく嬉しかったですね。帰りファンなのにレスくれたことありましたダメ送っちゃダメですか、嫌だった、不快な思いさせてたらごめんだけど全然そのやっぱなんだろう、本当に思うけど、こう劇場まで足を運んでくださ来てくださってる方みんなに楽しんでほしいから、もちろんその中でも自分のことを見に来て楽しみに来てくださってる方に一番に楽しんでほしい気持ちはあるけど、でも本当に来てくれるみんなに楽しんでほしいから、そのレスはもちろん自分の主催だったりとか振ってくれてたりする方に送るのはもちろんだけど、自分のファンの方だけじゃなくてちゃんといろんな方にいろんな方にレスを送っているから、だからちょっと受け取ってください、私のレスをぜひ受け取ってほしいです。飼い鳴らされたりしないのよ飼い鳴らされたりしないよ流し、あ、そうあれね、あの歌割りの時いつも空き缶でない、空き缶の歌割りの時いつもねちょっと下手側にいるんだけど、なんかこっち向いちゃってね、下手側にいんのに上手向き、体がね上手向きに歌っちゃってるから、こせっかくこっちにいんのになんか寂しくなっちゃうなと思って、だからなんか目だけこっち飼いならされたりしないよって歌ってますそうカッコつけて、カッコつけて歌ってるように見せかけて実はちゃんとこっちも見てるよっていう歌い方をしてましたこれ言ったら次からやんのめっちゃ恥ずかしくなるなまあいっか、そうなんですよ。
日向推しのままこれからグループ内でみーちゃん推して、嬉しい、ありがとう、というかなんかこれからも NGT のこと好きでいてくれることがとっても嬉しい。推しを作ってくれるの、ありがとうね。これからじゃあ末永くよろしくお願いします。よろしくお願いします。釣られないように気をつけながら受け取る。だからなんで自分の気持ちに素直になった方がいいよ。そこは自分の気持ちに素直になってよ。監視じゃないよ。ちゃんと見てるよっていう。その見てるよっていう言い方が監視になっちゃう。違うのよ。空き缶蹴られた、空き缶とセカオ蹴りが多いから、なんかたまにいるのよ、蹴られるの好きですみたいな。たまにいらっしゃるのよね。だからなんかすごい自己申告されると、あ、この人は蹴られるのが好きなんだっていう見方になっちゃうから。なっちゃうから、なんかその人がこう劇場入った時にめっちゃ蹴られるポイントの座席にいると、あ、今日この人蹴られるなって。と思って見てはいる。そう、なんかその私から蹴ろうと思って蹴ってるわけではないよ、まあ、振り付けの一つだし、その蹴ろうと思って蹴っているわけではないけど、あ、たまにね、その蹴られるの嬉しいですみたいな報告をしてくる方がいるんだけど、そういう時はあの事前にそう言われると、あ、今日じゃあそこに座ってると、じゃあいい蹴りが見られる場所にいますねとは思ってる。そう。そうなんです。それをレスでカウントしてん、あ、でもまあこっちがでも意識はしちゃうじゃん、あ、この人蹴られるの好きだなって。だからそうだからこっちがその意識なんだ、その人に向けて意識的に蹴ってるっていうわけではないかもしれないけど、でもちゃんとその蹴られたい蹴られたい、そういう認識はそうしてるから、まあまあレッスンでね、なんか間違いはないかもしれないね。蹴られそうな席はですね、空き缶だと下手のあの振りは2番とかだから柱のこっち、下手の0番から柱のここまでくらいが蹴られるポイントです。でセカオだと下手の柱からこっち側だから、普段のあの時にはあまり見えない、私のことあまり見えない席なんだけど、そこだと、でもセカヒトだとそこめっちゃ蹴られます。そう、あと最近ね、空き缶のラッサビでたまに蹴りを入れているから、その時は上手側にもチャンスがあります。上手側のあの同じく柱より内側、そう、最近はそこでも蹴りを入れ始めました。だから蹴られるポイントで言うと柱より内側か下手の柱より外側あたりですかね、はい。そう、蹴られたらのけぞるようにして、あ、すごいいいリアクション、ありがとうございます、嬉しい。なんかウインクしたらのけぞるとか、あのなんかすごいリアクションしていただけるとちょっと楽しいなって楽しいなって思ってます。今度そういう目線で見てみよう。あ、なんか恥ずかしい。蹴られたい方はじゃあ事前告知で、はい、ちょっと実はいつも蹴られるかなって思ってますって言われると、次からちょっと意識しちゃう。あ、今日そこにいると多分蹴るよみたいな。昨日投げキスでのけぞった、え、嬉しい。なんかみんなリアクション、別にリアクションを極めてほしいわけじゃないけど、リ
リアクションしてくれると、だってこっちもさレスを送ってるのに自分、まあ、分かるよみんなが、え今のレスって自分かなってなっちゃう気持ちはめちゃくちゃ分かるんだけど、でも私あなたにレス送ってますっていう、なんかそれで反応してくれたらやっぱ嬉しい、レス通じたなって思うから、そう嬉しいそうそうだよ、嬉しいですね。いやでも本当にしばらく公演がないのが本当に寂しすぎてやだ。今日歩けたねみたく蹴られたねそれはでもまだ言ったことないな。今日歩けたね、たまにお見送りで言ったりはするけど、今日めっちゃいい蹴られるポイントだったねとはあんま言ったことないわ。言ってほしいなんかじゃあ蹴られるの好きなんだよねみたいな自己申告制で申告されて、でもしもめちゃくちゃいいところにいたら今日めっちゃいい蹴られるポイントだったねってじゃあ今度言うね今度言うわ歩けたんだよね、歩、うん、たまに言う、でも全員に言ってるわけじゃない、歩こっちから歩いたなと思ってても見送りで言ってない時もあるけど、ね、次はだからビスの私か、まあでももし日向さんの出業公演入られる方はそこでもまあ会えるけど、でもねその時はさすがにもう日向さんが見納めだから日向さんのことをちゃんと見てほしい蹴りがいがあったよえそう言ってほしいってこと、もしも蹴られるポイントにいたら、いや今日めっちゃ蹴りがいあったわってわかりました、じゃあ参考にさせていただきますね、いつか蹴った際には蹴った際にはま、歩ける場所はね私はもうほんと0番だから真正面だとね、だいたいそこで歩いちゃったねえ、だってさそのさなんて言うんですか、まあ歩けてよかったですよねそう歩くって位置はねやっぱ私は0番だからね、あの正面なんだよな、そうなのよ、でも歩けたら歩けたねってやっぱ言ってくれた方がいい、言われた方が嬉しいか、私はもう歩いてるよって思う、え、そうなの、最善とかだとこうなっちゃうからさ、私も最善だし最善にいる方も最善だとこうなっちゃうからさあなたと一緒になっちゃうから、そうなの、なんか最善は最善でめちゃくちゃ他にね目合わせられるポイントあるんだけどちょっとねマックス歩こうと思うとね最善はちょっとね歩けない、こうなっちゃうね、だからこのなんていうの4列目以降とかだと歩けるかなって感じ、うん、一緒に歩いてもらえなかったことある、あーもうありますよ、全然なんかそのやっぱさ普通に振り付けだから歩くための振り付けじゃなくてこういう振り付けだから基本は正面にしかやらないんですけど、でも自分の正面に自分のファンの方がいるとは限らないじゃないですか、そうだからそのまっすぐこう手を伸ばした先に自分の班の方がいない時とか真正面にいるけど推し見てる人とかだと全然目合わないから私は今誰に向けてこれやってるんだろうなっていう時も全然あります、そう全然ある、そうだから何度振られたことかって感じですだから逆にこの真正面のここのブロックにそういたら送るようにしてます、うん、悲しいけど、まあ、いてくれたらねそりゃ歩けるなって感じはするからいてくれたら嬉しいけど、でもなんかあのなんだろうそのなんていうのレスするための振り付けではないから、そう
いてくれたらもちろん差し伸べるけど、いなかったらそう、まあ悲しいっていうか、もう普通に振り付けとして踊りますって感じかな。ミュちゃんを振られますよ、全然全然そう、歩けそうな席だと周りにミュちゃん推しの方いるか確認して、あでもね、そういう時はなんか一人の人っていうよりもなんか届けーって気持ちになる一人の特定の人とっていうよりかはなんか、あ今日めっちゃ真ん中にお下振ってくれてる人いっぱいいるなって思いながらやったりしますね。そうなんだふわっとしてる時わかるその時はでも確かに、いやでもそうかもね、なんかあなたにですよっていう時結構目バキバキにしてる説あるもん目バキバキにしちゃってるもんな、多分あなたに向けて、ま、やってますみたいなその目バキバキになっちゃうから、多分そうじゃない時、穏やかな目でこうやってる時は一人っていう感じじゃないかもしれないね、もしかしたらそうだから、それぐらいみんなにレス送ってます。だからギコ伝もそう、ギコ伝もなんだっけ、定位置の君を確認しても、なんか結構だいたいこのちょっと下手側の柱の手前、なんていうのあそこ、立ち見とか、あと柱にちょっと影になっちゃいそうな下手側とかだと結構ギコ伝とかいつも定位置の君確認ポイントなんですけど、あの辺が。でもあそこら辺になんか自分のファンの方が結構いらっしゃる時とかはなんかまるで囲ってるそう、まとめちゃってる、みんなって思ってやってますそう、だからそれぐらいね、みんなに、なんだろう、平等にじゃないけどみんなにレッスン送りたいんだよね。そう、しかもその自分のファンの方だけじゃなくて、来てくれてるみんなに楽しんでほしいし、まあ、自分のことを見つけてほしいっていう思いもあるし、そう。そうだよ。まとめられた気がしてた。だってだってさ、一人なんて選べないもん。みんな好きだもん。ダメかなダメかな、みんなとだって目合わせたいし、だってみんな見てくれてるからみんな見てくれてるからさ、そうだから、そうだね、お見送りとかがやっぱりすごい、みんなに平等に一対一で会えるめっちゃ1秒とか2秒とかの世界だけど、みんなすごい平等に一人一人と話せる時間って感じする昨日の心に耐えのしゃがんでる時のレッスン、そう、あそこね、いつもねしゃがんじゃうんだよね。でもしゃがんでも目合わせてもらえない時もあるんだよあれだよね、心に耐えのラッサビね、今日の願いは明日の希望にのところで、私はいつも鏡手のあの花道の手前とかにいるんですけど、少ししゃがむと鏡手の最前とか2列目とかにいらっしゃる方と目合うんだけど、高さ的にはね、しゃがむとね、でも全然違うホームから行く時は、目の前でしゃがんでんのにみたいな、全然あるよそうだから、あそこに自分のことを見てくれるファンの方がいるかどうかって結構重要結構重要ですね。そう、でもそのなんだ、自分のファンの方がいるからしゃがむとかではないかも、いなくてもしゃがむ、でもいなくてもしゃがむと不発に終わることが多いっていうそうだから、もう頑張ってどうにかしてこの人の視界に入ってやろうみたいな気持ちになる時ある
そうなんだよ、そういう時もあるよね。正面にみゆちゃん来ると見ちゃう、見て見て、それ正しいです。見てください、正面じゃなくても見てください。近すぎると恥ずかしいから目を合わせてくれないんだ、そういうことにしておこうか。確かにその方がね、ポジティブにね。ポジティブになれるよね。その席だった時照れた。そうなってさ、くれる人がいてくれたらいいんだけどさ、そうじゃない時もあんだよ。そうじゃない時もあんだよな。そう、そう、でもすごいみんなとね、お目合う瞬間楽しいから。飲んでないってこれ毎回聞かれんの、毎配信で聞かれんの。禁酒中。禁酒中、お酒飲んでる、シラフだよ。お酒飲んでるぐらいテンション高く見える、公演終わりだからだよ。いやだからさ、公演終わりだからこんだけ元気にさ、そう、公演終わり疲れてないのって思うかもしれないけど、公演終わりだから元気なのよね。だからさ、どうすんの、しばらく公演ないけどって感じ。うん、12番の席で照れない人いない。え、待って、12番の席ってどこ。12番ってどこ。最前度線、ああ、あそこが12番なんだ。確かにあそこはね、めちゃくちゃ目合う。振り返ったら青春チャ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 ン、真正面マックスも、てててててててちゃっちゃーん、しゃがんだら真正面ある。でもさ、そう、なんかしゃがむ振り付けとか結構あるから、最善の、最善ってさ、逆に目合わない時あるじゃん、近すぎて。基本私たち立って歌ってるから、最善の人には本当にこう目を合わせようっていう意識じゃないと目合わないじゃん、逆に近すぎて。そうなんだけど、あの最善の人とも目が合うポイントはいくつかあるんですよ。そう、私的に一番あのキュンってする、目が合うとキュンってするポイント、私がね、私が目が合うとキュンとするポイントがあるんだけど、あのめっちゃマニアックなんだけどさ、心に太陽の、太陽ある限り何があってもって、あ、しゃがんでないんだよね。しゃがんでなくて、こうすごいこの角度でこうやってなってるんだけど、その時に目が合うと嬉しい。てかあれはめっちゃ目合わせにいってる、急にこうやって視界に入りにいってる。そう、あそこ目が合うと結構嬉しいポイントです。ちなみにそれは上手の、何番ぐらいだ、2番とか、上手のあそこ。そう、会ったことある。いや、あそこで目合うと私も嬉しい。そこで目合うとめっちゃ嬉しいです。あと、あとなんだろう、あと最近、最近ハマってる、最近すごい好きな目合わせるポイントがあって、あのギコ伝のラスト、ラスサビ、ギコ伝のラスサビ、こう端から順に座っていく振りがあるじゃん、じゃーんじゃーんじゃん、この最後つり革握る前、こうしゃがんでいく振り付けがあるんですけど、そのしゃがんだ瞬間に、あれしかもなんかスンって座る感じじゃなくて、スーンって座っていった時にだんだんこの目線が下がっていくと目が合う時がすごい嬉しい。しかもなんか他の、その時私ちょい下手、ちょい下手、下手の1番にいるんですけど、なんか他の曲であんまりその下手1番でしゃがむとかないから、下手側の人とあんまり、下手側
の最前あたりにいる方とあんま目合うタイミングが少なくて、そう、そこでスーってしゃがんでた時に目線が合うとキュンってします。しかも焦ってしゃがんでる時間結構長いんですよ。タタタタ4カウントぐらいあるかな、だから1秒2秒ぐらいか、でもだからしゃがんだ時に2秒ぐらい一生こうやって目が合ってるそう、その瞬間結構目合うと私もキュンってしますくたばれで、いやいや、くたばれで目合わせることあんまないけどなあんま嬉しくなくないそれ。え、だいぶなんかマニアックかもくたばれで目合った、くたばれって言われた、だいぶマニアックかもそれなんか、いや、まあでもそれで喜んでいただけるなら私もはい大変嬉しいですが大変嬉しいですが、くたばれレスはですね、上手、下手の0番ちょいずれ3列目ぐらいだと、はい、ですかね。すごい、みんながなんかみんなのレスポイント、私が思ってるレスポイントとだいぶずれてるんだけど喜んでくたばります。え、気まずちょっと気まずいけど私は別にそこレスだと思ってなかったけど、そういう喜んでくれる人もいるんだなって勉強になりました。ありがとうございますマックスのサビのです。あ、確かにマックスのサビのさ、表優しくてここで目合うのも好き優しくてで目合うのもめっちゃ好き、嬉しい、見てくれてるってなるその心に頼って一瞬かみて、あれかな、その日の運とか空模様、通り過ぎちゃうけどね心に太陽はそうだよね、やっぱレスちょい多めだもんねもう公園行きたくなってきたね。でも公園ないんだもんないんだもん、私ももう公園したいけど、全然できるけど、4公演後だけど全然できんだけどさ、ないんだよ。コンサートまで我慢だね。その分コンサート頑張ります。だからコンサートでもちゃんとみんなのこと見つけられるように、みんなお支え振ってね。今から予約みんなの予約しよう、みんなのお支えの予約しよう、私が見つけられるようにお支え振ってね。どこに行ってもちゃんと私のこと見てて、ね、2階でも お司祭だけで見つけられる、もちろんお司祭振ってくれてたらもうありがとう、もう目印だよそんなの。振ってなくても見つけるけどね振ってなくてもこんなところにいたのかって思って見つけるけど、もう振ってくれてたら目印でしかない別トンネルくぐってる時のポーズ全部、え、嬉しい、あれたまにかぶっちゃうんだよねポーズあ、これさっきやったこのポーズって思いながらたまにやっちゃう。でもまあ正面からしか見えてないかなって思ってごまかしちゃうけど嬉しい、ちゃんと一ポーズ一ポーズ見てくれてる人いたんだありがとう、ちゃんと可愛いポーズできるように頑張るねいや夜はそりゃそうよ、昼、私の推し財布って
いや夜はそうだね、夜卒業コンサートだもんね。しかもそれでもう本当に最後って結構びっくりじゃない？なんか今日で通常公演が終わっちゃったこともさ結構びっくりなんだけど、日向さんとの通常公演ね。でもだって卒業公演来週だよ。え、やばくない？来週だよ。来週には卒業公演しちゃうんだよ。コンサートがまだあるとはいえね、本当びっくりだよね。早いよね。全部違うポーズと聞いてからチェックしてる。わ、厳しい厳しい。でもちゃんと違うポーズするようにしてるよ。頑張ってるよ頑張ってるよ。うちわ振るので、もちろんうちわもめちゃくちゃ嬉しい。うちわも見えるよ、ちゃんと。嬉しい、ありがとう。もう7日切ってるね。そうなの、それが一番びっくりだよ。しかも先週まではなんかコンサートのリハをしてたから、卒業公演のリハまだやってなくて、全然数曲しかやってないの。だからそれがなんて言ったってそれが一番心配だなんかもう信じられないのよ。なんか結構気持ちがコンサートの方に傾いちゃってるから、なんかコンサートの方が後なんだけど、コンサートリハの方を先にやってたから、なんかすごいさ気持ちの切り替えが、え、だから卒業公演ってもうあと1週間しかないんだみたいな感じで、そう結構本当にびっくり、今仕事あって見に来ました。ありがとうね、来てくれてありがとう。黄色紫のなんかしといた方がいい。え、そんなことできんの？え、楽しみにしちゃうよいやもう本当にカメコの写真頼んだぞ頼んだぞ、可愛く撮ってくださいお願いします、はい、え、そうなの、先にコンサートのリハをやってたから、一旦めっちゃリハ割とまあいい感じに進んではいるんですけど、一旦そう脳みそをリセットしなきゃいけないんですよ。そうだからどっちも大変じゃない、めっちゃ。ここからさ卒業公演に向けてリハするのも大変で、それが終わった後もう一回コンサート戻さなきゃいけないのも大変そうだからすごい頑張ります。だから私今日は明日のリハに向けて振り起こしをしなきゃいけないから、配信は早めに終わらせようと思ったんですよ。でも気づいたらもう1時間半経つし、しかもなんかリハの時間が予定よりもちょっと遅くなったから、あ、じゃあ明日覚えればいいかっていう気持ちになっていて、全然まだ配信するつもりでいる。いやまあどっちでもいいんだけどねカメコね、そう、あとなんかそのカメコ席、カメコできる曲が何なのか私もまだ知らないから、何の曲で撮っていただけるんだろう、その時何の衣装なんだろうか、まだ私も分かんないんですよ。そうだからみんなにどんな写真を撮ってもらえるのか楽しみ楽しみにしてる。いやさすがに24時まではしないけど、さすがにね。そう最近早寝さんだからさ、1時半ぐらいには寝てんだ私が。1時半でも遅いって思われるかもしんないけどさ、めっちゃ早いの。1時半には勝手に眠くなるんですよ。で昨日もちゃんとあのお風呂の中で DMM 見なかった、上がって髪乾かしながら見てただよーん。みーちゃん推し続けられたら1年後に名前を、いや待って、1年後びっくりしすぎて動揺しちゃった。1年かかんなくない？すぐ覚えさせて、自己紹介して1年かけなきゃダメかな私たちの中1年かかる前に自己紹介して動画撮影ね、確かにツアーの時やったよね。やりたいけどね、なんかその辺詳しいこと私もまだわかんないからな。ひりあるカメコ頑張ります。え、嬉しい。よかったら私のこと撮って撮ってほしいな。
照明はちょっと分からんけどちょっとねまだね構成も分かんないからね。今夜から寝る2時間前にスマホ切るの絶対無理。え本当に私絶対に無理。寝る前にみんなのだってチャットの返信とか読みたいもん。そんなの絶対に無理。いやすごい寝る2時間前にスマホの電源切るって本当に無理だと思う。よくできるよね。すごい。今日過去のショールーム見てました。え？今日初めて私の配信に来てくれたのに過去の配信遡って見てくれてんの。え嬉しいけどめっちゃ恥ずかしい。ありがとう嬉しいもうでもさだってめっちゃ前のさそれこそ加入したばっかりのショールームとかほんと見たくないくらいだけどね。G 公演と同じで過去の自分恥ずかしすぎて見れない。特に配信はさ常にさ割とその素を出してる状態だからさ、そうまだステージ上だったらねあれだけど配信はもうどの時代を切り取っても素で配信しかしてないから恥ずかしいよね。いっぱいはいいろんな失敗もしてきましたけど余裕があれば撮ります。嬉しい撮ってほしい楽しみにしちゃうよしちゃうよ。スマホ見ないと寝れない。わかる本当にそう。確かにスマホアラームにいやそうそうじゃん。アラームって電源切ってたら鳴らないよねさすがに。そうだ私もスマホアラームにしてるから一生電源切れない人だ。確かにそうだ。カメコ席は動画撮影できませんって書いてあった。あ、そうなんだね。じゃあ普通の席だと動画撮影のがあるってことなのかな。どうなんだ、紀ノ国に当たったらそこで名乗れる。ぜひ名前教えてありがとう。耳のショールームは外れないぐらい面白い。本当に言ってる。嬉しいありがとう嬉しい。なんか本当になんだろういつも楽しいけど私も楽しいからめっちゃ長く喋っちゃうんだけどなんか最近もっと楽しい最近みんなと喋ってる時間がもっと楽しいから、そうなんかその別に毎日配信とかしてるわけじゃないからあれだけど普通にみんなってさこれからそれこそ公演とかなくて会える機会がめっちゃ少ないから話せるのめっちゃ嬉しいよねって思って最近はなんか今までよりも配信めっちゃ楽しんでる結果すごい長くなって申し訳ないとは思っているそれは思っている。大阪握手会会場の配信おすすめ。それ私が泣いたやつじゃないか先輩にそれだよね。先輩に声かけられなくて泣いた配信でしょ。やめてよ初々しいから見ないで初々しいからみゆちゃんはいい写真撮れたから期待してます。嬉しい。いやでもさほんと今日されいちゃんが言ってたけどさほんとなんかコンサートでいかに可愛く写真を撮ってもらうか。いやひなたさんってその点ほんとに自己がないんですよ。なんかスクショとかでもそうじゃない。なんかさほんとすごいよね。ステージに立ってる瞬間の写真も自己が見たことないしスクショとかでもあんま見たことないから、そうだから本当に私も意識しよう。コンサート中いつどの瞬間を切り取られても可愛い写真で自己がゼロを目指すねだからみんな可愛く撮ってねお願いだよ自己がゼロを目指してるからいやでも本当そうなりたい。どこの一瞬切り取っても可愛いみたいな目標です。お話し会ぶすか、そうだからさショールームめっちゃしちゃう。喋りたい。そうなんだ。今日も2公演後とは思えないテンション。違う2公演後だからこのテンションなの。
そうだよ、2公演後だからこのテンションなの。そう、え、でもさ、そう、え、なんかね、すごいさ、これなんか申し訳なくなっちゃったんだけど、その私公演後の配信みんなに会えてすごい嬉しい、楽しいから、なんかめっちゃ何テンション高い配信しちゃうし、なんか今日公演でこういうことがあったんだよねって、ね、公演の話めっちゃしちゃうから、なんか公演来られなかった方、遠くに住んでるよとかね、なんかまあ外れちゃったよもあるかもしれないけど、来られなかった方、なんかすごい寂しい思いさせてるかなって。そう、たまになんかそういう何メールの返信とかも来たりする。なんかでもそれでもなんかみゆちゃんが公演の話を楽しそうにしてる話を聞くのが楽しいよって言ってくれる、すごいすごいポジティブじゃんって思うんだけど、そういう方もいるけど、でもね、ね、心配しないで、私のことだよ、忘れるわけなくない、公演中。もちろんその何ステージに立ってる時は来てくださってる方に楽しんでもらうことを一番に考えるけど、あの何はけてる時裏でちゃんとみんなのこと考えてるから、こう嘘じゃないからね、本当にさ、なんか嘘みたいなことしか言わないじゃんって思うかもしれないけど、全部本心で言ってるから、みんながどこまで信じてくれるか分かんないけど本当だよ、だから心配しないで、常にみんなの会いたいって思ってるからそんな日向さん、みゆちゃんの記憶力がすごいって言っていた、いや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 全然そんな、ありがとうございます、嬉しいです嬉しいです。逆にそれでまた声のモチベが上がる、そう思、なんか優しいよ優しいよ、でもね、それで公園に行きたいって思ってくれてたらすごい嬉しいなとは思う。たまにメンヘラ化しちゃっても、え、違う違う、全然私が大メンヘラだから大丈夫だよ慰めになってないかこれえ、本当だよね、嘘じゃないからね、はけてる時にそんなこと思うんだ、え、そうだよ、あのね、いつかって言われるとね、今日負け前今日負け前、あの MC してるじゃないですか、ユニット明けのMC の人たちが MC してる時、私は袖で待ってるんだけど、その時になんか そういうなんていうの、そういうコメント来てたなって思って、でもみんなのことちゃんと思ってんだけどなって思いを馳せて袖で待ってる本当だよ、そう、そう、でもなんかそう思ってるんだけど、ちょっとたまに MC の内容が面白すぎてその時間ちょっと遮断されちゃう時あるけどえ、そうだってさ、その何なんでそのタイミングかって言われるとね、あのその次の曲がさ今日負けじゃん、だからなんかその今日負け、今日負けの気持ち作ってるって言ったらなんかめっちゃかっこつけてるみたいになっちゃうけど、そのなんかさ、それこそビスのイベントとか、ビスイベ何モデル決まった時、決まった10日か3月10日の声みんなに来てほしいって言った時とかもそうだけど、なんかそのなんだろう、今日負けの歌詞にすごいリンクさせた時に、その劇場に来てくださってる方以外の方もそのすごい一緒に頑張ってくれたおかげで叶えられたことじゃん。そうだからその10日の時とかみんなに来てほしいって言ったけど、もちろん来られなかった方もいるだろうし、でもその来られなかった方の中にもその一緒にイベント頑張ってくださった方もいただろうなってすごい思うから、そうだから今日負け前にそれを毎回思うの、思うんだけど、ちょっと帰りの MC が面白すぎると遮断されちゃうそう、でもちゃんと理由があって、その今日負け前にみんなのこと思い出してるよっていう話なんですよそうなんですよ、え、今日も本当にちょっと面白すぎて危なかった
白かった帰りはそこの MC 本当に笑わせないでほしい。いやいや、楽しい、楽しくてなんぼなんですけど、私的にはね私的にはね、みんなにそうやって思いを馳せてる瞬間だからさそうめっちゃでも笑っちゃう、本当にいつも面白い。そうだからちゃんとみんなのことも忘れてないよってことだからこうね、公演の話とかめっちゃ多分配信ではするんだけど、ちゃんとみんなのことも思ってるよって、公演中も思ってるよだし、そうなんかレスこそちょっとカメラにレスは思い出いっぱいはあんまりできてないんだけど、そうリアムームでもなんか楽しい、楽しい、もう本当に楽しいっていう気持ちで公演立ってるから、なんかその楽しいがねリアムームでは伝わったらいいなって思う。だってそれによって DMM 見てて、あやっぱ劇場公演楽しそうだなって思ってやっぱ来てほしいからさ、なんかなんていうの、こう言ったらあれだけど DMM で満足されてもなんか寂しいというかそれを見て、あやっぱ劇場公演直接に使うの楽しそうだなって思ってなんか欲しいから、そうなんか見てくれてもちろんありがとう、むしろ見ててほしい、配信で見ててほしいって感じなんだけど、見た上で劇場に行きたいなって思ってほしいから、その楽しいが伝わったらいい、それが DMM では一番伝えたいなってすごい思うからですね。昨日の好きな動物といえばトキ。ねえ、わかる、本当にあんなにヒント出しててトキって答えるの本当にどうしてめちゃくちゃ面白かったそこの MC 本当にね天才なんだよなやっぱ走馬灯のごとく思い出して、さすがにもうちょっとゆっくり思い出すよ死ぬ間際みたいな、はあ、違う、ちゃんとちゃんと思ってるみんなのことそうだよ、 DM 見て劇場行きたいよかさらに高まる、それがね本当なんか正しい、正しい使い方だと私は思ってるそう、え本当にさ、もうさ最近さ普通に、まあ、いつも公演楽しいんですけど、最近もうその気持ちが強まりすぎちゃって、強まりすぎちゃって、あのなんかふとした瞬間噛みしめてる噛みしめてる、例えば心に太陽はさやっぱめっちゃ楽しい曲じゃん、曲としてもめちゃくちゃ楽しい曲だから、心に太陽は本当に楽しさ噛みしめてて、あのね、どこ私さ1サビの時に今日の願いは明日の希望にの時後ろ振り向いてるんですよ、後ろ振り向いてしゃがんでる人なんですけど、もうその瞬間はそのなんていうの、みんなと目を合わせるとかレス送るとかじゃないじゃん、もうしゃがんで後ろ向いてるから、もう自分の気持ちに一番浸れる瞬間じゃんステージ上で、だからうわめっちゃ楽しいって思いながら後ろ振り向いてしゃがんでるとか、心に太陽の2番の風と時間は味方だよってこうやってやってるんですけど、もうその瞬間もそう、あそこ静止してるから、これではぁ楽しいって思ってるめちゃくちゃ楽しんでるそう、え、だからさセカオあたりで結構寂しくなってくんだよね、あもうセカオじゃんみたいな、そう
なっちゃうの。寂しい。セカオの時点であもう終わるわっていう気持ちになってきちゃう。それはなんか早く早く終わってほしいじゃなくて、終わってほしくないの方ね。そう、セカオあたりでそうなっちゃう、うん、DVD に心の吹き出しつけたら面白そう。いやもう全然つけられる。なんか心の声全部聞いてほしい聞かれて困ること一つも思ってない公演中この声ダダ漏れであってほしいぐらい。そう、セカオの時はもうすごい。あもうちなみにセカオのどこの瞬間かっていうと、セカオのあのね 2番の「あどこかで」「違う違う違う」「あ突然雪せぬ嵐が来た」って私歌いなんですけど、そこ歌いながらこうさ下手をぐるっと回るんですよ。ぐるっと回ってなんか自分の位置につくんだけど、そのぐるっと回った瞬間のあーなんかもう終わっちゃうなって思いながら歩いているあのここまではいいのよ。ここまではみんなとどれだけこう目線合わせられるかでこうやって歩いてんだけど、この後ろ振り向いた瞬間にあもう2サビ来るなみたいなそろそろ終わっちゃうな。あとあれ恋ビート予報士を見ているか、後ろ振り向いてこうやって歩いてるとき、あー終わっていくみたいな気持ちで歩いてる。DM のアーカイブ同時視聴して心の声、あいいねそれめっちゃやりたいわ。でもそう公演に集中してやりそうだけど、本当にでもそう思って。でもあと最近は世界人の最後、みんな一緒に幸せになろうって、こうやってさ真ん中でこう上を向いて指さしてるじゃん。その時に最後曲終わりってみんなさコールしてくれるじゃん、ゆうちゃんって言ってくれたりとか。やっぱさ最後の曲だから世界人、世界人の本当の本当のラストのあそこって一番声でかいんだよね。でも私上向いてるからさ、あのみんなが声出してる姿見えないの、指先見てるから。そう指先見てるからみんなが声を出している姿は見えないんだけど、逆に声だけ聞こえてるの。なんかその状態がなんかねすごいさ、めっちゃでっかいところにいる気持ちになるたとえこれが劇場、まあ劇場もせいぜいさ250人とか、まあ、それぐらいじゃないですか。とかでもそれが劇場であろうがなんかときめせであろうが武道館であろうが、なんか多分この幸せになろうの瞬間ってさもう自分の指先しか見えてないから会場の広さあんま関係ないんですよ。でもなんかみんなもその最後のなんか声だけ聞こえる瞬間がなんか一番噛み締めポイントすごくなんか景色で言ったらさ全然自分の指先しか見えてないんだけど、でもすっごいその瞬間にみんなの声が最後わーって聞こえるのがすごい一番うわーってなってるよ。でもそれと同時にそれで最後の曲だから終わっちゃったっていう気持ちでもあるんでね、そう公演終わっちゃったな早いなって感じ、うん、そうなんだ。だからちょっとさみんなに一回私で乗り移ってほしい。なんかこ体感したらすっごい気持ちいいよすっごい気持ちいいよ、あの世界人のラストの瞬間。しかもさ一瞬さ静まるじゃん世界人の最後って、みんな一緒に幸せになろうで止まってからみんなちゃんと言ってくれるじゃん。だからその一瞬静まってからのわーってみんながその声を出してくれるその瞬間がねすごいのよ、ほんとすごいの。なんかいつも鳥肌立ちそうになるぐらいわーってなる、ほんと大好きあそこ。だから世界人最後の曲って本当に天才だと思う。
メンバーになれるけん。いやでも本当になんか全然心の声聞いてほしいし乗り移ってほしいぐらい、私がどれだけ劇場公演を楽しんでいるかっていうのをみんなに体感してほしい。そうなんかこの配信、公演後の配信とか、まあ公演中とかでみんなにはもしかしたら十分伝わっているのかもしれないけど、多分足りてない。みんなに伝わっている、多分その何倍も私は楽しんでる劇場公演そうだからこの楽しさをなんか体感してほしいの。でもまあ私に乗り移って体感することは多分無理だから多分っていうか絶対絶対に無理な話を今しているから、そうだからまあせめてもの気持ちの共有として劇場に来てほしいってそうまあ体感できない、私に乗り移って体感できないことはまあ無理も承知なんですけどでも本当になんかもう最近私もどかしくてしょうがない。どうやったらなんかその自分のこれだけ劇場を楽しんでる気持ちが伝わるのかとか、まず公演だけじゃなくて私がすごいなんかまるでカッコつけてるかのように言っているこれが全部本心だっていうことも、一体どうやったら本当にみんなに伝わるのか、てかみんなにどこまで伝わってるのかが分からなすぎてこじらせそうねえどうやったら伝わるの？と、うんね、それぐらいの気持ちなんだよね次の公演最後は私も上を見て目を閉じてみる。あ、それは確かにめっちゃ一番近い体験ができるかも。でもそれみんなが全員一斉にやったら声出なくなるけどあれ今日はなんか誰も声なんか最後しないなって全員がやり始めたでも確かにそれが一番ね体感してるかも最近みゆちゃんの愛が強くて嬉しくなっちゃう。いやまあいつもだけどでも確かにいつも以上になってるのは事実だね、絶対に。まあさ会えないからかな、おしゃべり会とかがないから逆にそうなっちゃうのかな。もうおしゃべり会があったらあったでねもっとしゃべりたいしもっと会いたいってなるから、まあどちらにせよだけど、どちらにせよ伝えようとしてくれてる姿だけで愛おしい。それででもちょっとでも伝わってるなら嬉しい、めちゃくちゃめちゃくちゃ嬉しいえ、そうだからそのやっぱりさ私今楽しいみたいな私今楽しいをなんかどれだけの人に共有できるかと思って公演やってるそう、いやそれね、おしゃべり会あったらあったで常にこの状態になっちゃうからとどまることを知りません。そうみんなに会えれば常にこのテンション、話せればもっとみたいになるってことだもんねヘリコン終わった今言うんですけど、わーめっちゃ遅い時間もありがとうね、無事に帰ってこれて何よりだよ、ありがとう。ひよこやってたあの頃の耳を教えたよ。いやあの頃はあの頃でちゃんと自分なりにアイドルは楽しんでたけど、でもここまでじゃなかったかもしれないな、ほんとそれはそうだと思う。なんか楽しむよりもなんか生きるのに精一杯すぎて目の前のこと楽しむ余裕なかったかも
毎日なんかレッスン頑張りますとか、毎日目の前のことがさ全部初めてだったから、加入した頃って楽しむまで余裕ない、7年目の余裕ですかね、もう全部何においては楽しめるようになった、苦手なリハもね楽しめるようになったから7年目の余裕です。推しが楽しめてるのは何、なんかそう思ってくれるところがさみんな優しいよね。なんか何、もちろんその私が楽しいって思ってることをみんなとすごい共有したいんだけど、でもまあ公演とかもさみんながみんな頻繁に来られるわけじゃないし、その共有できるさそのなんていうの範囲は限られてたりするじゃん。そうでもそれでもその共有するのももちろんだけど、共有だけじゃなくってあの私が楽しんでなんか楽しんでいる推しを見ることが楽しいですみたいな、なんかそういうモチベーションでいてくれるところがすごい優しいよね。そう、まあ、共有できるのが一番まあ嬉しいことではあるんだけど、そう、もうそう思ってくれるところが優しいなって思う。楽しんでるかがからか楽しんでるから輝いて見える。なんかでもそう思ってくれてたらめちゃくちゃ嬉しいな。そうやっぱ楽しいところに人集まるんだよ。が嬉しい。公演後の配信は私服の時の、いや私もだよ私もだよ。二回言っちゃった。そうなんかさ。なんていうの、公演後に、まあ、メンバーと一緒に配信したりすることもあるじゃないですか。なんかあれはあれで楽しいんですよ。なんかメンバーとのなんか普段の自分の姿をみんなに見てもらえるのもそうだし、そうなんかあれはあれですごく楽しいんだけど、なんだろうな、なんかこの公演終わりにやる配信とは全然別物っていうか、なんていうの、なんかあれは本当にメンバーと仲良くわちゃわちゃ楽しくやるみたいな感じだから、そうだから全然さみんなのコメントとかなかなか読めないし、そうなるとね、そうなんかそれはそれですごい楽しいんだけど、なんかそれとは違う、なんかこっちはやっぱその一人で喋ってるから、そうなんかやっぱみんなと喋ってる気持ちにはなれるじゃんっていうね、なんか楽しみ方のベクトルが違うかも、同じ配信の中でも。そう楽屋覗いてる、あそうだよね、そうメンバーと一緒にやるときはね、そうだね、うん、公演終わりだいたい運転中だからしっくり見れない。でもさそれでもさなんか開いてくれるだけで嬉しい、私の話を聞いてくれるだけで嬉しいの。そうなの、なんかもうほんと私がすごいもう喋りたい、楽しいが爆発して自分で収まりきってないからこのすごい長時間配信をしてしまうんだけど、それをねあの静かにふんふんって聞いてくれるだけでも嬉しいのですよ。そうだから全然ラジオ感覚で全然いいんだ、もちろんそのみんながコメントしてくれるからまあこんだけ喋ってるんだけど。そうだよね、聞いてくれるだけでも嬉しいんだよね。信号待ち、信号待ちの間にコメントしてんの危ないから、それ危ないから気をつけて。嬉しい。でもさだってそれはさこう公園、例えばね公園来てくださった方にとってはさ帰り道ってウキウキするじゃないですか、あ今日の公園も楽しかったなって思いながら帰ってくれてると私は思ってるんだけど、そうであってほしいっていうね、まあ願望なんだけど、そうだからさそれをさなんかみんながこの楽しい気持ちで、まあ、劇場に来てくださった方をね楽しい気持ちでの帰り道に私が今日の公園楽しかったよっていう配信をしたらさ、お互い楽しかったんだねってなれるじゃないですか。そうだからね、そうなれたらいいよね。
あ、ごめん、近づけた。そう、最近は公演後配信するだろうなと思って夕飯さっさと食べて配信見る。ありがとうね。みんなでもそうだよね。でもこう配信をさ集中して見る、見たい人もいてくれてるわけじゃん。集中して見たい人にとっては2時間3時間も私が拘束してしまっているんだけど、そのために自分のやることを終わらせてから配信見に来てくれてんだね。ごめんねありがとうね。嬉しい。いやそう、でももう私も最近公演後配信するのが当たり前になっちゃった。だってさ、そう、楽しかったねってなりたいからさでも帰り道は終わっちゃった寂しさもかみしめてるね。でもそうだよね。なんか遠くから来てくれれば来てくれるほどそうじゃない、きっとね。なんかさ、しかもさ、次のさ公演予定がまああればさ、まあまた来週会えるなみたいなモチベーションで帰れるかもしれないけどさ、次いつ会えるんだろうの気持ちで帰る虚しさね。それは私も一緒だってば。私も次の公演いつだろうって思ってんだけどそうなんだよ。配信頻繁にしててめっちゃ頑張ってると思う。違うよ、嬉しい、そう思ってくれて。でも全然頑張ってるじゃないんだよね。そう、別に私は毎日配信してるわけじゃないからさ、そう楽しくて配信してるからさ。そう、でもさ、それでさ、なんかまた公園行きたいなって思ってくれてることが嬉しいことじゃない。帰るときに寂しいな、次はいつ来られるんだろう、また来たいなって思って帰ってくれてる時点でもう私は本当に嬉しいです。そう、なんか一回来たからいいやじゃないってところが、一回見てみたかったんだよね。まあそれでもね、なんかその足を踏み入れてくれたことだけで感謝ですけど、そう、なんか次へのモチベーションを持ってさ帰ってくれてるってことじゃん。その寂しいって思ってくれてるってことはさ、それめっちゃ嬉しいそれめっちゃ嬉しい。ね、でもこれからさリハがまた忙しくなるとさ、なかなか、まあ、私だけじゃないと思うけど、多分なかなか配信ができる時間が多分少なくなってきちゃうから。しかも何が悪いって、私配信始めるとこうなっちゃうから長いんですよ、自分でも思ってる配信始めると長くなっちゃうんですよね。だからちょっともしかしたらリハ期間は配信ができなかったり、できてもまあ短くは心がけるんだけど多分短くできないのよ。しかもその期間が空けば空くほどその分喋りたいこと溜まっちゃうから、あのどんどん長くなっちゃうと思うんだよね。だからそうなるともう私これ配信するとあのすごい止まんなくなるから、配信しばらくしないようにしようかなっていう考え方になる時もあるけど、そうだからね、これからもしかしたらあんま配信できないかもしれないけど、まあ、今日はとりあえず明日のリハのことは明日考えようかなと思っている。公演後の配信はさっき目の前にいた人だってなるのよ。もうそれこちらもですからね。あ、さっき来てくれた人が配信にも見に来てくれたんだってなるんですよなるんですよ。だから今日の公演楽しかったよとかって言ってもらえるととっても嬉しいそうだからやっぱさ、そう配信はちょっとしばらくできないとか、私が勝手に長くしちゃうのが悪いんだけどってなっちゃうから、その分ちょっとチャットとかに注力を、はい、入れたいと思っています。はい、配信でレスポイントや心境を話してくれるから全く行きたくない。それは良かったです。なんかそう思ってくれてる人がいて良かった。これで毎回公演の話ばっかりするやんこいつって思われてたらちょっとね
あれだからよかった、そう思ってくれてたら。で、私も知ってほしいもん、私が今日の公演どれだけ楽しかったかっていう。これまでほぼ劇場でしか絡みがないのは信じられないです。なんで、なんでなの、その一歩先までなんで来てくれないの。あえて遅い時間に始める、あ、でもそれはありかもね、強制終了、0時に強制終了させる、それは考え方としては一個あるかもしれない。そうかも。配信中ずっと楽しいとかバグりすぎ、ねえ、なんで私がおかしい人みたいじゃないですか。でもさ、多分オンラインおしゃべり会とか参加したことある人ならわかると思うんだけど、この配信切れた瞬間のさ、あの、まあでもみんなもそうなのかな、配信切れた瞬間のさ、配信とかもおしゃべり会終わってそのプツンってなんかなった瞬間の自分、虚しくなるよね。だからさ、この今こうやって私もう一人で、一人の部屋で一人で2時間も喋ってますけど、これ旗から見たらだいぶ気持ち悪いじゃないですか。なんで私画面に向かって一人でこんなに楽しんでいるんだろうって多分客観的に見たらなるじゃないですか。でもさ、不思議だから、本当に逆に画面に向かってどうしてこんなに楽しんでいられるんだろうっていうぐらい楽しいよ。そうなんだよね、不思議だよね。ゆうちゃんの体験メールしてみました。え、ありがとう。あの、多分その体験メールめっちゃ古いやつです。メールはでもめっちゃ送りますよ、多分めっちゃ、うん、わかんないけど3通から5、6通だよ。出た、めっちゃ古い体験メール。昔はきっちり時間決めてた。そうなんですよね、まあ時間を決めればいい話なんですけど、あの、決めると喋りたいことが喋り終わらなくなるから、まあ決めないからこうして長く喋っちゃうんですけどね、同じような話を永遠に。ネギキス可愛すぎた、ありがとう。こっちがどれだけ楽しめたかも分かってもらえてる。分かってるよ、でもっと伝えてほしいな。伝えてほしいなとも思っている。え、でもさ、私、いや、そう、あのさっきさ、その配信が切れた瞬間とかさ、おしゃべり会が終わった瞬間のむなしさの話したじゃないですか。でも私結構配信終わった後ニヤニヤしてるよ。ニヤニヤしてるというか、なんか、え、なんだろう、一人で喋っちゃう、え、なんて言ったらいいの、だから、まあ、絶対にしないけど絶対にしないけど、あの、配信切り忘れとかしても多分可愛くいられるタイプ。絶対自分で言っちゃいけないやつだけど、でも本当に、え、本当に私全然どこ見られてもいい。全然、なんかその、何、みんなに対してなんか恥ずかしいなっていう、な、いや、恥ずかしい部分はあるけど、さすがにね、恥ずかしい瞬間があるけど、なんていうの、隠しカメラとかあっても多分大丈夫なタイプだと思っている。多分ね、大丈夫だと思うんだけど、小終わりにふわふわした気分の時にみゆの配信見るとリアル2次会。え、うちら飲み友だった。いや、でも嬉しい、なんか私もでもその感覚、2次会の感覚、何、反省会、公演反省会。え、だってきっとみんなそうじゃん、公演見に来て終わった後一緒に公演入った人とご飯行ったりとか
するじゃないですか。でも私はそこに参加できないから、そうだからあのこうやって喋ることによってあの疑似的に参加してる気持ちでいる。でも結構そうかもね。そのなんかその気持ち近いかも。昼公演楽しかった。ありがとう。嬉しい。あ、確かに。でも実家じゃないからはあるかも。一人だからね。一人だから独り言喋ってるよ。そう、一人暮らししてよかった。そう、そう、楽屋でもピンクのもの、え、そう、本当にむしろ隠しカメラあってくれって思ったぐらい、ピンクのものしか食べてなかった時、本当に別に狙ってとかじゃなくて、本当になんか今いちご味のものがいっぱい出るから、本当にただいちごのものを食べてただけっていう、なんかあの根本がさ、アイドルなんだよね。根っこがさ、アイドルでさ。だからね、全然全然恥ずかしくない。煮物食べたっていいじゃない。で、今日だって今日の夜ご飯のお弁当煮物入ってたよ。食べよ。今日はちゃんと食べて。なんか昨日はね、ピンクな、アイドルなピンクな気分だったね。ちゃんとなんか、まあそれで言ったらお酒とかほんとそうじゃんね。アイドルっぽくないじゃん。いや全然アイドルが飲んでて悪いなんて1ミリも思ってないけど、思ってたら絶対に飲んでないけど。アイドルだっていいじゃない。そう、だから全然煮物も食べますよ、お酒もありますよ。まあ昔はね、うん、昔は思ってたよ。酒はね、うん、そう、昔はちょっと、うん、思ってたけど。むしろ親近感湧くんで、もっとして。なんかそれでね、そう思ってくれる人がいればいいんですけどね。この、なんていうの、アイドルの理想像のお高い方は、お高い方は、あんまり好まないかもしれないじゃないですか。あんまりね、好まないかもしれないからね。でもさ、あれちょっとびっくりしたの、カホがさ、昨日質問箱しててさ、なんかお酒の感想いつでも話せるようにメモしてるって言ってた。さすがにおもろい。いや、わかるよ。なんか私も自分の食べたアイスめっちゃ写真撮るんですよ。絶対食べた時、食べる前絶対に写真を撮るから、なんかその自分が何のアイスを食べたかを記録に残したくてね、アイスの写真撮るんだけど、さすがにね、まだお酒の写真は撮ってない。そう、メモもしてないまだ。ちょっとおもろかったなあれ。そう、私で言うアイスの、アイス日記やってたやつのお酒版をやってるようなものじゃないですか。そう、ちょっとメモしてるのおもろいな。あ、酔ってると味忘れる。だからメモしてんの。普通にただ真面目な子じゃんそれ。もうアイスのランキング、そう、最近全然もうアイスの写真も食べても送ってないし、写真は撮ってんだけどね、撮ってるけど送ってないことの方が多くなっちゃった。
チャットにさ、なんか今までメールで送ってたんだけど、チャットに移行しようと思ったら、なんかアイス食べる時間がチャットを送れる時間以降に食べちゃってることが分かって、なんか次の日送ろうって思うと大体忘れて、あの送らないまま次のアイスを食べてることが多い。だから最近送らなくなっちゃった。そう、でも分かるよ。なんかそれで私は自分の食べたアイスを記録に残しているから、写真で。だからなんかお酒もなんか期間限定のとかさ、めっちゃあるじゃん。そう、だからまあその写真撮って残しておきたい、自分が飲んだものをね残しておきたい気持ちはまあ分からんでもないけど、まだ私はそこまで踏み入れてないアイスの写真届いた頃にはもう売ってない。いや、そうなんだよ。すごい私時差、その時差やっちゃうから。いやでもどうなの実際、まあ、やるやらないは別として需要はあるんだろうかね、それ。お酒に切って、でもやっぱ推しと何でもみんなはお揃いにしたがるからなしたがるからな。まあアイスも真似してくれるくらいだし、お酒しないけどお酒を共有したらみんなは真似して飲むのかな。まあでもお酒はね得意不得意ありますからね。いやそうなん、なんかそれでさ親近感を湧いてくれる人もいれば、でもお酒得意じゃない人にとってはさ、お酒の話延々とされてもさつまんないよねきっとね。だと思う。だと多分アイスの方がまだアイスの方がまだなんかみんな食べられる、子供も食べられると思うけど、うん、なんなら今ストライプのシャツ着たいもんそれはどうぞ勝手に着てちなみにこれマリナさんとお揃いだったの2年前ぐらいに。それはどうぞ着て。え、そうこのシャツね、マリナさんとお揃いで2年前ぐらいのあの山中湖のフェス初めて出た時に、本当に別に合わせてないのにマリナさんも私もこのシャツ着てきてて、このシャツに下なんか黒のパンツみたいなの履いてて、なんか双子コーデしてて、山中湖でだよ、めっちゃ面白くないあれ今日の衣装ってそれだったってメンバーみんなに言われるそう、しかもなんかねこれね肩が開くやつなんだけど、このシャツマリナさんも本当に全くこの肩が開くタイプのシャツお揃いで着てた時は可愛いのにお酒好きって知ってさらに好感、優しいよ幻滅されなくてよかったよ優しいよ。ローソンの店員みたい、それなそれなサーヤと、確かにサーヤとも似ること多かった。そう、サーヤとは飲むお揃いの時の方が多かったぐらい、同じ全く同じもの持ってた時もあった、雰囲気似てるなん時もあるし、コンビニ行ったらみゆちゃんが紹介してくれたアイスあるかな。え、そう、でもさ今さアイス禁止してるからさ、だからあのコンサート終わった後アイスを再開して写真送ってももう売ってないかも。今冷凍庫にめちゃくちゃアイスあるの。ちなみにそう、なんか食べないアイス食べない期間にしているのに買っちゃうから、冷凍庫にめちゃくちゃアイスあんのよ。でも食べるのはコンサート終わってからにするから、絶対に。だからそう、もしかしたらコンサート終わった後食べて、これ食べだよって送ってももう売ってないかもしれないけど、ごめんね、そう、コンビニアイスね入れ替わりめっちゃ激しいですよね。そうなのよ、だって毎週新作が出るんだもん。今メール来てありがとう。そう、ちゃんとね時間設定して送ってますから安心してくださいそうだよ、冷凍庫のコンセント抜けててアイス全滅します。え、最悪
私の家の冷凍庫それだったらめっちゃ困ります。もう超冷凍庫にアイス入ってるからほんと困る。それやだね、悲しい。そうだよ、私まあお酒もまあ冷蔵庫に入ってるけど本当に飲んでないよ。だってそう、私こういう時ちゃんと我慢するんですよ。まあ別にさ、こう我慢してなくったって誰も見ないし、そうだってお酒とかアイスとかまあたとえね自分が食べたとって乗せなきゃいい話じゃないですか。みんなに、まあ、私今禁酒してるからアイス食べないからって言ったとて別に誰かがそれを監視してるわけじゃないから別に言わなきゃいい話じゃないですか。そうでも私はちゃんと我慢してる。なんでかっていうと、あの今ここで自分がね許したとするじゃん、まあ今日ぐらいアイス食べていいかなとか、まあ、今日ぐらいお酒4公演頑張ったしお酒いいかなって思ったとするじゃん。でもさ、そしたらそうお前にそうなんかだとしたらこの数日間我慢してきた自分のこの我慢が無駄になると思って、だから一回決めたらもう絶対そうする。そう無駄になっちゃうじゃん。だったらもっと早く飲めばよかったなってなっちゃうから、そうだから本当にちゃんと我慢してる。そうなんだよ、だからちゃんと我慢してるから私アイス食べないしお酒も飲んでないよ。最近のコンビニアイスは今度買おうができない。そうなんだから今禁止してんのに買っちゃうから冷凍庫が大変なことになっちゃう。そうなんだよね。おやすみなさいって言ってるのに今ここでしゃべって、そう、うん、なんかねおやすみって言ったはずなんだけどな。そうちゃんとね配信前に書いてるから、その分甘やかすときはしっかり甘やかしてるから大変なことになるのよ。我慢してた分さ、そのちゃんとね、例えば今で言ったらコンサートが終わった後、はあ我慢したのそのさご褒美が超長くなっちゃう。1ヶ月とか1ヶ月我慢した分ご褒美が1ヶ月続いちゃうからめっちゃ意味ないんだよね。だからなんか私さ言うてね、なんかこんなすごい最近みんなにお酒キャラをつけられてますけどつけられてますけど、私別にそんなすごい飲むわけじゃなかったんですよ。なんか過去形になっちゃった。でもそのなんかその禁酒ビスの撮影前かな、ビスの撮影前にはお酒大好きの時も我慢してて、終わった後あ終わったってなって、私普段そんなに飲む人じゃなかったのになんか5日ぐらい連続で飲んでた日あった。毎日飲んでた時あった。全然その飲むって言ったって私なんか次の日がお休みの日とかめっちゃ頑張ったなっていう時しか言うて飲んでなかったんだけど、なんかもう毎日ご褒美になっちゃっただからそういうことが発生するんですよ。我慢すると我慢した分だけ、だからねあんま良くないなって思ってんだけど、多分向いてない。我慢するえ我慢するのは向いてんのよ。我慢はできるから目標まで我慢できるんだけど、その分すごい爆発しちゃうからあんま向いてないのかもしれないとは思ったりするけど、そうなんだよ。まあ飲みすぎなきゃいいか確かに、ね、自分が困んなきゃいいの。二日酔いとかもあんまってかしたことない。そうだからさ、みんななんか私がすごい飲む人みたいに聞こえるかもしんないけど全然そんなことないからねめっちゃ飲む人みたいに聞こえてるかもしんないけどさ、全然めっちゃ飲んでるわけじゃないし、二日酔いするほど飲んだことないし、
そうなの、なんかねすごい最近ねカホと一緒にいることが多くなったからかねすごいなんかお酒キャラがすごいついちゃってるけど、みんながそう思うほど私は飲んでないよ通いはしたことない。なんか記憶ないぐらいまで飲んだこともないし、なんか吐くとかもないし、そう楽しく飲める範囲でしか飲んでないから、みんな誤解しないでほしい。そう そうだよ、だってさシラフでこんだけ喋って配信できんだからさそうだよ、だからその酔ったからどうとかじゃない、なんか元々の人間性がこうなんかなんていうの、酔った人みたいな そうだから別にそのお酒強いとかじゃないんだよきっと。もともとね、なんか、もともとなんだと思う。強い、強いは強い。知らないでしょ私が強いかどうかなんてみんな知らないじゃないですか。どこから強いっていうのかなって感じだし。強いって どこまでが強い、どこからがどこからが強いって言うんだって話よ別に強いって言うほど強くないよ、言おうと思えば言えるよそのさ、なんか記憶を消すとかそういう経験がないだけであって、別にめちゃくちゃ強いわけじゃない、無敵なわけじゃない、ちゃんと言うよ、ちゃんと言うよ、うん、それは酔ってないで演技で、違うよ、本当に酔うは酔うよ、でもあのちゃんとすることはできる、でもちゃんとしなかったら酔ってるそう、でもなんかあのね、記憶をなくしたりとかはないんだけど、なんていうの、記憶はなくしたりとかないけど、なんか自分の意思と反してる時はあってなんかあのまあ大体そうです、そういう時は酔ってますよねあのすごいさ、米フェスのなんかその楽屋のとこでケータリングがめっちゃあって、お酒がめっちゃあったんですよ。でそこカホとお酒のケータリング一生いたんだけど、そうでなんかすごいそれをまあ飲みながらスタッフさんマネージャーさんとお話ししてて、普通にね普通に喋るんだよ、普通に喋るんだけど、あのカホは酔うとマシンガントークするタイプで、私はなんか酔うとすごい目を見つめるタイプだから、あの本当人前で飲むの良くないよってその悪酔いとかの意味じゃない、人前で飲んじゃいけないの理由がそう悪酔いするから人前で飲んじゃダメなんじゃなくて、勘違いさせるかもしれないから人前で飲まない方がいいよって言われたことある それはでも自分の意思と反してるじゃないですか、別にそうしようと思ってしてるわけじゃないから。そうあとなんか私とカホとカエリと3人で飲みに行った時があって、その時は
なんかねちょっと覚えてないんだけど、あそういう記憶をなくしたとかじゃない、普通に何言ったか忘れたんだけど、なんか私がその3人で飲んでる時に何かを言ったんですよ。その時になんかこれ男の人と飲んでる時それ言わない方がいいよって言われた。私何言ったかちょっと忘れたけど、あ、思い出した思い出した思い出した思い出しました。なんかその日結構疲れてた日だった、なんかリハ終わりとか、なんかそういうのだった気がする。リハ終わりとか公演終わりではないと思うけど、なんかそのなんかお仕事終わりだったのね。お仕事終わりに、まあ、3人で行ったことがあって、それで、まあ、疲れてた、お仕事終わりで疲れてたから、あの、まあ、酔いが回りやすいじゃないですか疲れてると。それでなんかその時一杯目に確かビールを飲んだんだけど、なんかそれを飲んだら結構もう一杯目で結構酔いが回ってきちゃったんで、で自分でさ、あなんか酔ってるなって分かるじゃないですか、あなんかぼーっとしてきたかもと思って、なんか今日めっちゃ酔いやすいかもって言ったんだよね。でもまあ嘘じゃない、本心じゃないですか。今日は疲れてるから酔いが回りやすいのかなって思って、そう、そう、しかもさ私とカホはいつもめっちゃ2人でいると飲むから一杯目で酔うってあんまりないんですよ。なんかそういうと強いって思われるのかもしれないけど、そう、一杯目で酔うって普段2人で飲んでる時はあんまりないから、でもその日はちょっとお仕事終わりで疲れてたから酔いが回りやすかった、だからなんか私たちはでもさいつもだと一杯目では酔わないから、なんか全然いつも通りガンガン行くぜみたいな感じのねノリだったの最初飲み始めた時。そう、でも自分が思ってたよりも酔いが回りやすかったその日は。だからそう、あなんか今日めっちゃ酔いやすいかもみたいな、一杯目飲み終わるぐらいのタイミングで言ったら、そう、それ男の人がいる時に絶対言わない方がいいよって言われて、嘘ついてないのにって思って、そうだからなんかそのなんていうの、自分の意思と反したことをすごい言っちゃう、反してはないけど、そう、怒られました。だからさ、だってそれ本当にそれが例えば男の人と一緒にいる場でそう言ったらそうなるかもしれないけど、帰りとかもですよ。帰りとかほと一緒に飲んでる時にそれがすごい怒るから、そう、だから別にその何な演技とかじゃない、本当に演技とかじゃない、だから本当にちゃんと酔ってる多分。その酔うの酔い方がその酔いつぶれるとか記憶なくすとかなんか泣くとかそういうのじゃない多分。そういうのじゃない。そう、だから危ないのかもしれない、ちょっとそんな経験ない実践する場もないのに。そうなんですよ。そうだから人前であんまり飲まない方がいいよって言われる。ゆうちゃん嘘つかなそうって思う、うん、嘘つかないんじゃなくてつけないんですよ。全部喋っちゃう、全部喋っちゃうから怒られちゃう。そう、だから記憶がないとは別だよね、記憶はちゃんとある。アイドルにしかなれない人だったね。アイドルでよかったって本当につくづく思います、最近とても。アイドルじゃなかったらの自分の人生も気にはなるけど、多分アイドルでよかったんだと思います。でもそれはなんか多分酔いやすい時の話であって、
全然例えばそのお仕事、例えばねロケでお酒を飲みますとかだったら全然ちゃんとします、ちゃんとし、ちゃんとできます。ちゃんとしなくていい時はそうなっちゃうんだけど、ちゃんとしなきゃいけない飲みの場はちゃんとします。だから多分なんか強いって思われるのかもしれないけど、そうちゃんとできるんですよ。でも酔おうと思えば酔えるって、なんか自制心働くじゃん。え、わかります？なんか家で飲む時の方がなんか酔いやすいとかあるじゃないですか。なんか外で飲んでる時はそんなに酔わないみたいな。それって多分さ、なんか自制心働いてるじゃん、家の方がなんか酔うのって。それと同じです。そういう感覚だから全然家だったらそのアルコールめっちゃ度数低いのとかでも全然一缶で酔うからとか、強くはない本当に、そう全然ほろ酔い一缶とかでも、あのカホには怒られるけどカホには怒られるけど全然一缶とかで酔えますよ家ならね。そうでも、え、そうでも家だとすごいまあ酔いやすい、アルコールの度数そんな高くないやつでもすぐ酔えるんだけど、家での一人で酔った後全然見せてもいいぐらい、何も恥ずかしくない、何も恥ずかしくないけど一人で喋ってる一人で喋ってます。意味わかんないよね。そう一人だよ、一人だけどわあ酔えたってなるこれほんとね嘘じゃないんだよね。チャットの返信見て喋ったり、あ、それは酔ってなくてもするえ、ほんとだよ、酔ってなくてもするからね。メールの返信とかめっちゃ喋りかけてる携帯に酔ってなくても全然するけど、ダメめっちゃしちゃうんだけど、メールの返信とかチャットの返信にむちゃくちゃツッコミ入れるし、めっちゃツッコミ入れちゃうし、え、なんだろう、なんか例えばさ、なんとかなんとか、なん例えば今日の公演何年がすごい楽しかったなって書いてあった、わかるって思いながら、思いながらって感じで喋ってるほんとだよ、そういう人なんですよ。ちょっとそろそろ理解してほしいなそろそろ理解してほしいな。そうめっちゃほんとにそうなんだよって言ってる。だからほんと全然隠しカメラあっていいむしろあって、これ私が何も嘘ついてないことを証明してほしいぐらいに日常日常なのよ。そうちゃんと喋ってる、酔ってなくて。まあ、酔っててもするだろうけど、酔ってた場合は全然メールの返信とかなくても喋ってる、一人で独り言が増える、家だと。そういや本当にね、そのでも何が怖いかって、私まあその飲んでても飲んでなくても一緒なんですけど、喋りすぎちゃうんですよ。それがね多分一番怖いいらんことまで喋っちゃうから、
それがね多分一番怖いんだよね。そう、そのなんていうの、めっちゃ暴言吐くとかそういうのじゃなくて、そうことあることすべてを喋っちゃうから、それは本当酔ってなくても大反省いつも大反省なんだけど、そうだからそのなんか飲み配信とか編集が効くのだったら全然いけると思うそう、それであれば全然多分大丈夫なんだよね。言っちゃいけないことをカットできる状況ならそう、あ、ばばばば、でも暴言吐くとかじゃないから、酔ったからと思って、内緒、本当に苦手だから、小学生の時とか誰々ちゃんが何々くんのこと好きなんだってって何も教えてもらえなかった。みーは口軽いから言わないこれも本当の話なの。だから教えてもらえなかった、うん、小学生の頃から口軽かったらしい。そう、え、めっちゃ悲しかったよ。だからなんか丸々ちゃんと丸丸くん別れたんだって、え、待って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 、付き合ってることすら知らなかったけどみたいなえ、言ってなかったっけ、知らないよ、だって教えてくれないんだもんそう、口軽女で有名だった。そう、なんか本当に多分小学生の頃からいらんこと喋っちゃう、嘘つけない人間だった。カイリとは違うスピーカー、え、あ、待って思い出した、今日さお見送りでさ、今日カイリちゃんより声でかいねって言われたんだけどそういえばそうだった、今日夜公演カイリとお見送り隣だったんだけど、カイリ通り過ぎた後私に今日カイリちゃんより声でかいねってお見送りで言われました。そういえば忘れてた、えぇ、ー、って言っちゃったたまにあんだよな、ドラさんって声でかいんだよな、だから二人ともスピーカーなんですね、きっとねやばい、もう11時過ぎちゃった、やばいやばいやばい、寝なきゃ4公演後でテンション上げ、その多分そのなんていうの、声の調整がね、分かんなくなってるんだね家着いた、家着いちゃったじゃんありがとうね、お疲れ様そろそろお風呂入りたい、分かる、それな、じゃあ入ろっかじゃあ入ろっか、そろそろスマホの電源も切らないと、それは無理それは無理、そう、私はもう1時半くらいまで眠くなる体に設定されてるから最近、だからそろそろお風呂に入らないと間に合わなくなるじゃあ入ろう、お風呂に入りましょう、はい、同じタイミングで入ります。2日続けて2時間オーバー、さすがすぎ、違うのよ、みんながそれぐらい公演を通して私にパワーを分け与えてるの公演何、2日間4公演、1日2公演エネルギーを使い果たすかと思いきや逆です、みんなに会えることによってエネルギーがあの何ですか、プラスになっちゃうので、はい、足りすぎてる充電されちゃうんで、だから喋っちゃうんですよね。そう、でも、はい、もうお風呂に入りましょう。はい、一緒に入ります。じゃあ、
しようかな。ランキングを読みます。13位サバサンドさん、ありがとうございます。12位トッシーさん、ありがとうございます。11位ヒーローさん、ありがとうございます。10位 MS さん、ありがとうございます。9位カンヤトさん、ありがとうございます。8位タカさん、ありがとうございます。7位ブンちゃんさん、ありがとうございます。6位ヨッシーさん、ありがとうございます。5位スーさん、ありがとうございます。4位ライバーさん、ありがとうございます。3位ホッシーさん、ありがとうございます。2位のサラさん、ありがとうございます。1位とちおの末蔵さん、ありがとうございます。は、私今日何時間やった？2時間あれ何時間、8時半から始めたから2時間半、2時間40分どうもお付き合いいただきありがとうございました。ありがとう。みんなちゃんとお風呂入ってね。おやすみ。バイバーイ。